皆さん、声と BGM 聞こえておりますでしょうか？聞こえておりましたら、マイクいただけると幸いです。あ、OK ですか？あ、声小さいですかね。ちょっとマイクと BGM を少し。これぐらいですかね。OK ですか？あ、ありがとうございます。それでは皆さん、初めましての人は初めまして、そして、まあ、初めて来てくださった方は初め、あ、違う、間違えた。 初めて来てくださった方は初めまして、そしてよく来てくださってくれている方は、お久しぶりです。シカガクと申します。今回は伊達いぶりの神さんが一番トップですね。大内左慶長の まさに今回の主役の人がこんばんはと来てらっしゃいます。はい。イブリの神、ジェルミさんも、北野さんも、島吉さんも、こんばんは。いや、パニッククマさんもこんばんは。漫画連載お疲れ様です。 あと、右京大雅さんもこんばんは。明日のゆっくり解説楽しみにしております。小鹿さんも、本田忠勝さんもこんばんは。あと、高木さんも、ヨーグルトも 知ってらっしゃる方いっぱいいらっしゃる。はい。というわけで、まあ、今回はですね、まあ、チャンネル登録者5000人突破ということで、まあ、本当はね、もう少し多分先になるかなと思っていたんですけれども、毛利元就解説のホイとして作った、その100応仁の乱から本能寺の変までの130年間の編成を見るといったホイ動画がめちゃくちゃ、まあ、再生されまして、そのおかげでなんか今までだいたい6ヶ月で1000人っていうペースでずっと続いてきたんですけども、今回いきなりパンと跳ねて5000人まで突破したので、まあさすがに一つの区切りなんで、なんか解説生放送なんとか間に合わせてしないとなと思いまして、今回このような解説生放送をするということ。まあもちろんね、まあ、知らない人はここに来ている以上多分知らない人はいないと思いますけれども、その大内義隆含む大内家が、滅びた契機となった、まあ、泰寧寺の変について、まあ、解説しようかなと思っております。ヤマトさん、ありがとうございます。いやー、あれはですね、まあ、作ってる最中、まあ、これ多分いけるだろうなと思ってやったんですけど、やっぱりまあ、あれですね、ヨーグルさんおっしゃる通り、わかりやすいっていうのがやっぱりいいんですよね、結局。わかりやすいのが、やっぱり、みんな見てくれるという感じですね。まあ、まあ、どうしても私の、作っている動画って基本的にはめちゃくちゃなんかマニアック中のマニアックな内容をやっているので、どうしてもちょっと一般向けにならずにちょっと伸びが遅いっていう特徴があるんですけれども、多分1万回再生超えてるやつがそんなに多くはないんですね、私の動画って。そのチャンネル登録者の割にはっていう感じなんですけれども、まあでも、まあ見てくださっている方がいらっしゃるだけでも非常に私はありがたいです。まあこの調子で、まあ大体あれなんですよね、ちょうど右京では正本さんのペースを、1年前の右京では正本さんのペースをちょうど追いかけてるような感じなんですね、チャンネル登録者に関しては。 だからまあこれからもちょこちょこ、まあ、今から、現在進行中の毛利元就解説をもうず、まあ、2、3週間に1回のペースで続けていって、まあ、今年中はちょっと難しいかもしれないですけど、来年の初め頃には6000人超えるようにちょっと頑張っていこうと思います。そうですね。
あの130年間最後の4分の1分しかほぼ着想されない。そうなんですよね、あの中国地方の戦国史って応仁の乱からずっと続いてるていうか全国的にも130年間ずっと続いてるんですけれども、だいたいピックアップされるのって織田信長が誕生してから、本当にもう半分過ぎた頃からで、普通に本当になんか人気なのって本当に最後の最後のもう締めの4分の1以下のところなんですよね。だからまあ今回のやつ見ていただいたら、やっぱりそのずっと続いてて本当に最後の最後になって、あと劇的に動くっていうのが分かっていただけたかなと思います。松本1年前といやーでもいやあれですよ、あの再生回数見たら分かると思います。松本さんと私の動画の再生回数って明らかに違いますが、松本さんの方が圧倒的に再生回数は圧倒的上ですからね。やっぱりちょっとニッチすぎる層を選んじゃってるので、私はまあそれでもまあぼちぼち頑張っていこうと思います。まああとあれですかね、皆さん ちょっと近頃どうだったのか分かんないですけども、今台風14号が近づいてて、特に九州に住んでらっしゃる方は気をつけてくださいねという以外は、正直私はちょっと実験や仕事が非常に忙しくて、正直いつも見ている鎌倉殿の13人も4回分ぐらい取り置きしちゃってる状態なんで、最近の現象多分ツイッター以外は全く私知らないんですけれどもガイアクスさんこんばんは。そうですね、研究職は入りようが入るとめちゃくちゃ忙しくて、あんまりサボれない、しかもそれ結構サボれないんで、ちょうど先週もちょっと申請書書いてて、ギリギリ滑り込みセーフでなんとか仕上げたんですけれども、まあそんなとこで、まあこれぐらいでいいでしょう雑談はというわけで、本日は、チャンネル登録者5000人突破記念ということで、解説生放送新設タイネージの変戦国最大のクーデターをお送りいたします。はい、皆さん、これちょっと私実は今回そのスライドショー、パワーポイントのスライドショーでできることを知ったので、今スライドショーを、皆さんにお見せしているんですけれども、映ってらっしゃいますでしょうか。文字ちゃんと映っていたら、あ、映ってるっぽいですね。 OK ですね。はい、じゃあ、それでは、始めていきましょう。あ、応仁さんも、まとめ管理員さんもこんばんは。ちょうど今から始まるところです。はい。実はなんか今まで、OBS、この OBS っていうのはこの、生放送配信のソフトなんですけれども、これやるときに PowerPoint で作ったスライドを画像処理して、いち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 この OBS ファイソフトに入れていたんですけれども、スライドショーをそのまんまキャプチャーすれば全部それだけで済むっていうことが最近分かったんで、今回ちょっと試験的にやってみるんですけど、ちょっと途中でフリーズって止まったりしてしまったら、申し訳ないです。あ、まさもとさんも最初、自分も最初同じことやってました。そうですよね、これ最初これめんどくせえなーって思いながらやってたんですけれども、便利なこと、便利で、こっちの方が圧倒的に便利ですね。はい。というわけで、今回、タイネージの編をやっていきましょう。それで、ちょっと諸注意として、ちょっと申し訳ないんですけれども、今回、ツイッター上では一応、今回こそ台本用意するから、とか、あと、
詰まったり、あと読み間違いとかは多分起きないだろうって豪語してたんですけれども、先ほどまでとか今もええって言っちゃったんですけれども、ちょっと時間ちょっと申請書書いたりとかの時間がちょっと取れずに、台本用意できませんでした、すいません。ただそのためちょっとそのなんていうか、まず確実に間違いなくクゲとかの名前に関してはちょっと読み間違いが連発すると思うんですけれども、まあ内容が分かってか文字が分かればいいの精神でちょっとご容赦願います。ちょっと所注意ということで、あと動画今回の内容の出典に関しまして興味がある方は動画概要欄あるいは動画末に公開しますのでそちらをご参照ください。というわけで始めていきましょう。さて今回スライド87枚あるんで、まあまあですけどできれば今日中には終わりたいというのでありますんで、はい、ではまずはじめにタイデージの変とはということについてご説明いたします。まあ皆さんもちろんここに来てらっしゃる方は知ってらっしゃると思うんですけれども、タイデージの変っていうのは天文20年1551年8月28日から9月1日に起こった変でありまして、周防の戦国大名大内義隆が家臣の末高房、有名なのは末春方の名前で有名だと思うんですけれども、まあ、最近末高房は全然知らないけど末春方は知ってるっていう、まあ、某漫画の影響で末春方はよく知ってるっていう人いらっしゃるんですけれども、まあ、その家臣の末春高房の、謀反によって、自害させられたクーデター事件のことを言います。でこの事件を機に当時日本最大の大名であった、大内家が滅亡し、西日本の戦国時代が大きく変遷することになります。ちなみにこちらはもともと大内家の本拠があった大内氏屋方、今でいうとこの龍福寺ですね。一応ここのお寺さん私一回行ったことありまして、この中に大内義興像があったりもします。そして、タイネージュ編のと並んで、まあ、並んでというか言うのもおこがわしいかもしれないですけれども、大体、戦国 三大編っていうのを並べてみますと、一つがまあ今回のタイネージの変、そしてもう一つがその14年後に起こった永禄の変、足利義輝が三好三人衆、三好義継、松永久通らに、殺害された事件、まあ、いわゆる御所巻きと称される事件ですよね、になります。でもう一つがまあもう知らない人はいないレベルの本能寺の変、1582年に織田信長が明智光秀に殺された事件ですね。まあ、この3つの、まあ、大名レベル、大名あるいは、将軍が、殺された変ということで、戦国重大事件の、まあ、3つ挙げるとするのはこの3つかなという。しかし、まあ、他2つ A6 の変はもちろんその天野先生であったりとかがいろいろ研究今されてますし、本能寺変なんてもう言わずもがな皆さん知ってて、まあ一部界隈だと変な説出まくっていったりしてますけれども、まあいろいろ話題になるやつなんですけれども、タイネージュの変に関してはこの2つと比べると非常に薄い印象しか抱かれていないという。この2つの変、あ、そうですよね、知名度は大体本能寺変で全部持ってかれるんですよね。正本さんかわいそう。あ、確かに、確かにあの栄翔の錯乱はあれなんですけど、あれってあくまでそのなんていうか家督、なんていうか一応細川家内の内乱なんで。まあ、あとあの正本さんがおっしゃるとおり、その戦国というか室町なんですね、あの時期は。まあ戦国と室町の境界どこにするかっていう問題もあるんですけれども、まあ実際問題このその3つの変っていうのは、どれも結構謎が多い。例えば、まあ、信長と明智光秀だったりすると、明智光秀がなんで謀反を起こしたのかとか、あるいは松永、A6 の変の時足利義輝は本当に御所巻きだったのか、それとももう殺意持って殺したのかとかそういったまあ変謎っていうのは多いんですけれども、まあ、もちろんこちらの大内義隆と末春方に関しても謎が多い。でそのレベル的にも当時日本最大の大名だった大内義隆で、日本最大の大名だった というどころか、あの日の本の頂点だった織田信長、幕府の頂点というか足利将軍だった足利義輝といった、まあ、重要人物が殺されたんですけれども、まあ、実際問題その西国っていうだけ、ちょっと西国だけに目をつぶってみると、この2つの事件よりも明らかにこの大内義隆
の殺されたタイネージュ編っていうのは、影響力が大きくかつ謎も多い事件となっております。あ、本能寺の変、未だに鎮節をコメント欄にぶつけられています。いやー、でもあれですよ、鎮節いっぱい来るってことはそれだけいろんな人に見てもらってるっていう証拠なんで、それはそれでもういいかなと思いますね。内鏡さん、はい、よし。で、まあ最初にちょっとその、まあ、知らない方のために従来、今までその一般的に言われてきたタイネージの変について、ご説明させていただきます。まあ、大体タイネージの変の重要人物というのは大体5名に絞られまして、1人が大内義隆、大内家当主でタイネージの変によって自害する、当時日本日本最大の大大名です。そしてもう1人が末春方、周王の守護代で今回の変の首謀者になります。後に厳島の戦いで毛利元就に敗れ自害する人物になります。そして3人目が、相良武遠。この人物は知らない方いらっしゃると思うんですけれども、まあ、従来の説だ と、大内家の文治派の筆頭であって、大内義隆が、大内義隆がなんか公家趣味でに走るようになってから文治派筆頭として、まあ、なんか台頭してきて、ブイブイはしていた、まあ、末や内藤と対立するしていた、まあ、ね、いわゆる関心と呼ばれているような人物ですね。そして4人目が、多々良義長こと、大内義長こと、大友春秀ですね。いわゆる、北九州の大名、大友宗麟の次男になります。で、タイネージの変後、末春方、末高房に擁立されて大内家当主として衰退されます、この人物は。そして、5人目が内藤沖森、長門守護代で、毛利高元、毛利元就のお子さんの毛利高元の義父になります。そしてまた妻の姉が大内義隆の母ということでして、まあ、大内義隆と、まあ、親戚関係にあるという、まあ、この人物の5名に絞られます。まあ、今回今まで私の解説の魔法像来てくださっている方だったら思うと思うんですけれども、今回はもう肖像画、主要人物全員に肖像画があるという奇跡の奇跡の超ビッグな人物が、オールスターで揃っているという、素晴らしいですね。前回の武田隆信なんて全然肖像画なんてありませんでしたからね。もう肖像画があるってだけで、ありがたいのに、今回は主要人物の大半が肖像画があるという、非常にメジャーな武将を扱ってますね、今回。我々、私からすると。まあ今回、ちょっと多分、相良武遠については、まあ、従来のこと知ってらっしゃる方は、多分、ちょっと印象が変わるかなと思っております。で、相良って日ごと関係があるって、イリさんの回答に、イリさんの質問にお答えしますと、この相良武遠は、九州の相良家と、関係があるって言われているんですけれども、関係ない可能性も半々ってところでして、少なくとも、その向こうの相良家からは結構毛嫌いされてる人物ですなんかどうも大内家の認識からすると、この相良武遠は、相良家出身っていう認識なんですけど、向こうからするとどこの馬とも骨も知れん人物って感じで、どうも嫌ってた感じがあります。はい、嫌ってたっぽいです。で、それをちょっとその大内、後で出てくるんですけど、大内家の思想からたしなめられてる、書状が残っていますので、そうですね、今回あれなんですよね、俗英雄百人一首には大内家関連の人物が結構いらっしゃいまして、そのおかげで、まあ、5人中3名なんとかそこから登場することができるという、あ、間違えた、感じになります。あ、竹原さん、入り名字ではないですね、相良武遠に関しては。もともと相良っていう名字で、もしかしたらちょっと大内研究で有名な藤井先生曰く、その名前一緒だけど、もしかしたら別のその
なんかなんちょっと名前忘れちゃう、3文字で相良って同じ読み方をする名字がありまして、それを変えて肥後の相良家に相良と同じにしたんじゃないかっていう可能性があるという。でもでもちょっとこの相良武藤のお父さんかおじいちゃんか分かんないんですけど、相良正人っていう方が いるんですけれども、その人物より先のがちょっと見つからないので、実際にはどっちか分かんないっていう感じになりますね。というわけで、まあちょっと ここで喋るともう絶対終わんないんで、まあちょっとやっていきましょう。はい。そして従来のタイネージュの編、今回まあ知らない方もいらっしゃると思うのでご説明いたします。大体、今まで従来のタイネージュの編というとこういう風な解説をされています。天文12年、大内義隆が、ガッサン戸田町の戦いにて天国に大敗北。そして、この時、溺愛していた、養子である大内春持も溺死してしまいます。これでによって、出雲遠征に失敗した大内義隆は、まあ、その戦を遠ざけるようになって末高房ら武功派を遠ざけ、その先ほどありました相良武藤らの文治派を徴用するっていう。そして、政務から遠ざかり、公家との交流や官位収集に、就寝するようになります。要はこれがいわゆる公家趣味ってやつですね。それで、公家趣味に走っても、要は戦は嫌じゃみたいな感じで、そういう祭りことから遠ざかるようなことをするという。そういった、していて、まあ、領土的野心や政治的関心を失ってしまって、まあ、公家文化に浸るような、まあ、生活を送ってしまうようになるという。一方、それに対して、かつて、まあ、大内義隆の男色相手で寵愛を受けていた周防守護代末高房は、まあ、その大内義隆からも、遠ざけられ、相良武藤とも今文治派筆頭の相良武藤らとも対立するようになって、謀反を決意します。そして、北九州の、大友義重の弟大友春秀を、擁立し、義隆武藤を排除する計画を立て実行します。そして天文20年、末高房は挙兵して山口を襲撃して、大内義隆は長門の、大根寺において自害に追い込まれ、さらに、山口に行った公家たちも殺害。そして、西の京と呼ばれた山口は火に包まれるという話になります。まあ、これが大体のその、テンプレ話ですね。大根寺の辺の、まあ、だから、要点だけまとめます と、ガッサン戸田町の敗北後、大内義隆が公家趣味に明け暮れて国政に無関心になる。で それに加えて、まあ、急速に台頭してきた相良武藤ら文治派と武功派の末高房らが対立するようになる。そしてかつて大内義隆の寵愛を受けていた、末高房がその何ていうか愛情を、受けなくなって、まあ、憎しむようになるといった愛憎劇。大体この3点が、よく聞くタイネージの編。まあ、もっと簡単にまとめると、文弱の大内義隆を共有である末高房が侵略した事件という。もう本当にこれは、テンプレのタイネージュの編でして、しかもこれ大体のウェブであったり一般書籍であったり動画だったらこういう説明をされています。なんなら、つい20年前まではもうこれが学会でも主流レベルの内容になっておりました。まあ、どうしてもやっぱり この解説っていうのは非常に、まあ、簡潔でかつ分かりやすいっていう、やっぱり通説あるあるなんですけれども、やっぱり分かりやすいので、まあ、皆さん飛びつきやすいっていうのがあるんですよね。まあ、少なくとも今私が見た限り、今回のちゃんとしたその藤井先生の説であったり、中原先生、トーマス・コンラン先生の説を採用している方はほぼいらっしゃいません。ていうか私が見た限り いませんでした。結構このウィキペディアとかジェクシッチャーいっちゃあかんかんかん、ウィキペディアだったり YouTube の、まあ、某有名な YouTube チャンネルとかをいろいろ見漁ったんですけども、まあだいたいもう 99.9% これ 100% この分かりやすい説でした。しかし
この従来の説っていうのは、疑問点が非常に多いです。まあ、まず一つ目、大内義隆が敗戦後分着になって国政を避けるようになったっていうのは本当なのか、あるいは本当に公家かぶれだったのか、あるいはそもそもこの大内義隆と末隆房が本当に男色関係にあった BL 関係にあったのかっていう、ここら辺の事実っていうのは実は意外とちゃんと見ている人がいないということになります。で、実際見てみるとこういう従来の説は結構簡単にひっくり返る内容でしてなります。ヨーグルさんがおっしゃる通り、あの戦国ね、だがこの通説には疑問が残るっていうやつですね。実はこれは大きく異なっております。というわけで今回今からこの3つについてちょっと通説、まあ、通説に対して現在の研究の内容を見ていきましょう。まず1つ目、大内義隆が敗戦後分弱になってしまったっていうのは本当かっていう、合算戸田城の戦いの後大敗後に、まあ、領土的野心や政治的関心を失って、まあ、その今まで武功にブイブイ言わせたんですけれども、戦を遠ざけてこの文治派の相良武尊らを徴用して文治に傾倒していく、要は戦を避けるようになっていくという、でそれによって、まあ、その今まで武功を挙げていた末隆房や内藤清宮の対立を引き起こしてタイネ順平にて応死するっていう、まあ、テンプレ話ですね。本当にこれは本当なのかという、そうですね、クゲかぶりは幼稚よと、本当にそうだと思います。あのクゲかぶれって大体あの敗者に対してクゲかぶれだっていうのが通説なんで、要はクゲにかぶれてから負けたんだっていうのは簡単にあのレッテル貼りできる内容なんで今川義元すやすや、そうやな、今そうですよね、今川義元まさにそうですよねで、実際の大内義隆って合算戸田城の敗北をどうだったかと言いますと、敗戦後大内家っていうのは大体西の小二家、南の水上水軍、北の雨子家、南の山名忠興 と、これ確かいけるのかな、あできないのか、まあ、敗戦した後やっぱりその反大内勢力が一斉に放棄しておりまして、 北では、まあ、ずっと大内家と戦った小二家であったり、あとこの合算戸田城の戦いの前の、毛利元就と尼子春久が戦った、吉田郡山城の戦いの時点で瀬戸内海にいる村上水軍が全員、大内家と、敵対しておりまして、それがずっと、合算戸田城の敗戦後も続いております。なので南村上水軍、それで北九州見ると小児家、それで北はまだ尼子家が反抗してくる、そして、東、ビンゴの南部の方だと、山名一族の、山名忠興が、大内家から離反して反抗するようになる。そういった感じでそのいわゆる大内包囲網というのが完成していたんですよね。そのせいで他方面と戦っていたので、一見、領土が拡大しないように見えるんですけれども、実際問題は、他方面で戦ってさらに勝利を重ねておりまして、タイネジの変直前、これ大体天文20年の頃の、勢力図なんですけれども、本来大内家っていうのは岩見、長門、周防、筑前、豊前だけなんですけども、この時にはもうすでに秋もほぼ勢力下、あとビンゴもほぼ勢力下に入ってまして、さらに備中の将為助、三村家近も大内家に侵入していますので、むしろ最大半島を築いているというのが事実なんですよね。そうですよね、小鹿神さんも皆さんおっしゃってます通り、これなんか武田勝頼と似ているんですけれども、ただ武田勝頼と違うのは、この場合の、大内家の勢力拡大っていうのはかなり土台がしっかりとしておりまして、正直タイネ順変がなければ多分この土台は固まったまんま進むっていうのは結構違うものですね。あとまた次におっしゃる通り、その外交に関してもかなり実はこの時かなり安定しておりまして、実はその滅ぶような状況ではないですよね、この時。ただそれなのに滅んでしまったっていう感じです。まあ要は言いたいことは
あの実際になんか戦を遠ざけるになったどころか、天狗家以上に精力的に領土戦域を拡大しているのが実態なんですよね。でこれ年表にまとめますと、だいたいガッサン戸田城の戦いの敗戦後、伊予筑前石見ビンゴで、各軍に戦いまして、でビンゴ国で、あのいわゆる毛利軍が大敗北した不能崩れっていうのも最終的には勝利しておりますし、それで、天文16年になります と、村上水軍をほぼ掌握します。さらに、天文18年になります と、ビンゴ国をほぼ制圧。それで、天文19年になりますと岩見国太田造山城の戦いにて、大体岩見国の方に関してもほとんど、制圧することに成功しておりますといった感じで、基本的に月山戸田城の戦いから大寧寺の変が起きるまでの、ちょっと20年の時はあんまり起きて戦が起きてないんですけど、天文12年か19年の7、8年間の間、ほとんどどっかで戦っていて、かつそこまで敗北した戦がないという、要はこのガッサン戸田城の戦いの大敗北は確かに大敗北なんですけれども、それ以降目立った敗戦はないという感じになっております。だからとてもではないですけれども、そのガッサン戸田城の敗北後に、あの戦に興味をなくして何もしなくなったっていうのはもう完全な間違いなんですよね。またこのちょっとさっきくまーって竹原さん言ってますけど、竜蔵家ともこの時、こういう結んで竜蔵家を強烈に支援していて、肥前も肥前の方まで、勢力図を伸ばしていますし、だからもうバリ、戦を避けるところかバリクソ動いてはいるんですよね。というのが、実際の、大内家の動きになります。で続いて大内家の公家趣味についてなんですけれども、大内義隆敗戦後、さっき否定したんですけれども、戦を遠ざけて京都に憧れて官位に執着したっていうのが、大体の通説になります。で実際に確かに、大内家の官位は、月山戸田城の敗北後急速に、増えております。例えば、1545年天文14年には小三味に、昇進して、当時の将軍義晴の位階を超えております。さらに平武の京、平清盛とかが任官した平武の京に、任官、さらに12位に、昇進して義興の位階を超えっていった感じで、どんどん官位が高くなって、もう他の武家だともう太刀打ちができないレベルの官位まで到達しています。なのでここからだいたいその公家かぶれだの、そのなんか公家趣味に走ってだのっていう風なことになっているんですけれども、果たしてそれは本当かという。で実際問題、ここに、書いてある、例えば1536年の太宰第二であったり、あるいはこの、天文16年の平武の経に任官しているのが、要は官位が欲しいからだみたいな感じの適当な説明をされているんですけども、ちゃんと見ていこうというので見ていきます。で例えば太宰の第二っていうのは、ちゃんと見てみると、当時太宰の商人を自称していた小二氏に対して簡易的に上回ることで、北九州攻略の大義名分を得るという、目的がこれはあります。朝日さん、山城権守については後で出てきます。これちゃんと理由があります。それさらに、これ藤井、大内研究で有名な藤井先生がおっしゃっているんですけども、外国とつまり民と交渉する際に、いわゆる武衛ですね、武衛自称、つまり将軍号になるんですよね。これなので、この時太宰、つまり、太宰第二大内義隆っていうのは、民の方からすると武衛自称ということになって、将軍号になって、要は、非常になんか権威のあるような人物に見えるという、要は民との交渉においてはこの、太宰の第二というのは非常に、高い意味がありますし、今敵対している小二氏の、犯行に対して非常に正当性を失わせるのにいいという。めっちゃ武衛で。で、もう一つ、平武の経。
これはまあいわゆる平清盛とかが任官された官位なんですけれども、実はこれ、足利家や一門の芝氏であったりにはだと任官されたことがないです。で実際多分この時この時おそらくこれは、大内義隆の側室の幼児この岐阜である広橋氏の、入れ知恵だと思うんですけれども、足利氏や一門の畠山渋川が任官されたこの大将であったり、あるいは兵部の絵とか、そこら辺の武官交換 を取得すると足利家を刺激しかねない。でも、そのなんかインパクトのある星やつが欲しい。あと、今までその太宰の内にってやっぱり九州方面の、官位なので、できればその上洛であったり、あと備後方面に出兵するためのなんか箔付けが欲しいと見ると、平武の京っていうのはまあ中央軍事系の官職であって、まあ平清盛とかが任官された有名な官位であるということで、さらにあと民国との交渉で見ると、平武の少将でいいのかな、ちょっと分かんないんですけれども、平武の少将っていうのは実は結構圧倒的な権威を持つ役職でして、そうです、あ、そうです、大内左慶長さん、そうです、広橋兼秀です。そうですね。あと、正雄さんもおっしゃるとおり、ここら辺は大体その、あれ将軍が任官したりしてっていうので、要は、勝手に、大内家が勝手に朝廷の将軍ガン無視で任命すると、多分足利家は多分切れる案件なんですよね。だから、切れられなくて、かつ、インパクトがあって、かつ民国との交渉においては非常に価値のあるものとして平武の京に任官しているという、あ、そうですね、あ、平武の少将か、すいませんというわけで、大内義隆が任官したこの太宰の内にしろ平武の京にしろ、実は朝廷官職の任官は明らかに実利を伴っている、少なくともある意味ある一定の意味は持たせられている、これはちょっとそのなんていうか本当に朝廷の官位任官に意味があったのかというその実力関東説に対して結構論議が、されている内容とこなんですけれども、少なくとも大内義隆の朝廷官職の任官は、明らかに意味のある任官、つまりなんかこういう官位が欲しいから官位を かき集めたみたいなものではないということですよね。実はちゃんと意味があるというものになっております。あれ、今これ聞こえてますかね。まあいいか。はい。というわけで、まあそもそもな、そこな、そこもあるんですけれども、そもそも大内家の公家化っていうのは、あくまでその、義隆の代に、始まったわけではないんですよね。そのだいぶ前の3代前の大内宣浩の代から、死後、追送りとして13名で、大内政宏の時にも13名追従、それ大内義隆の時に初めて生前13名、そして、大内義隆の代にて、12位に昇女するという、つまりもうここまで4代続けて13名以上に大内家はなっているんですよね。で実際これはもう本当に大内政宏の代あたりの代からずっとその続けられていた官位上昇運動でして、要はもう大内義隆のこれは公家趣味というのではなく、大内家自体が立派な公家企業であって、要はその規定路線に乗っているだけなんですよね、あくまで。そう。だからこの大内義隆の代になって、なんか公家趣味走ったのではなく、そもそももう大内家っていうのはもうほとんどもう武家企業に近い存在だった。なので、その、例えば、土佐にいる一条氏を公家趣味だとは言う人いないでしょうし、なんなら逆に言うのであれば、織田信長の方はよっぽど公家趣味と言えるようなレベルの
単位の上がり方してるんですよ。そもそも公家趣味というよりかは、そもそも大内家が、公家武家公業であるという前提がそもそも違うんですね、ここは。まあ、小路川さんおっしゃるとおり、その正弘義孝はもう将軍の頭ごなしに、武家伝送をもうガン無視して、会員交渉をずっとしておりまして、もう義時の時はさすがに義種の面を見てちょっと遠慮してたんですけども、義高の代にはもう完全ガン無視状態になってまして、いやもう、まあ、ちょっと後で実はこれ結構重要なになるんですけれども、あの足利将軍家のそういったのも足利秩序から若干外れつつあったっていうのが、まあ大内家なんですよね。というわけで、まあこの大内家の公家趣味については、実際まあ公家趣味というか、もうそもそも大内家は武家公業だということですね。そして3つ目、これ多分もう皆さんご存知の通り、大内義隆は男色趣味があるということで有名でして、まあ男色趣味の相手として末高房であったり、あるいは小早川高景であったり、義富源内であったり、多くの家臣と男色関係にあって、特に末高房とは深い間柄であったということが、あります。でキリスト教の、この絵のエピソードとしては、よく知られているのがキリスト教の宣教師ザビエルが山口を訪れた際、大内義隆に修道を非難して、それに対して大内義隆が激しく激高して、あのザビエルらを追い出したという、逸話が残っております。しかしそもそもの話です。これ本当にそもそもの話です。この話本当に本当の話なんですかっていうところがあるんですよね。皆さんこれの出典どこかご存知ですか？まあ、あの見ていきましょうか。で実際その出典がわからないということでして、藤井隆先生が、調べていますこれは。でその結果、まあ、同時代資料で、末義隆と、あ、じゃあ末と義隆じゃない、何言ってんの俺大内義隆と男色関係にあったことが裏付けられるのは、菅高安と呼ばれる、側近だけです。なぜなら、この菅高安並み唯一宛名で様継承で呼んでいます、家臣なのに。だからしかも、結構優遇していて、この杉高安はおそらくこいつこの人物だけは男色関係にあった可能性があるかもという感じでして、あともう一つ、その、大内家滅亡後すぐに書かれた、ちょっと軍記物であまりちょっとその明らかにフィクションである部分も多い一方で、真実も結構含まれていることが多くてちょっと扱いが難しい大内義隆記というのがあるんですけれども、そこの大内義隆記の内容を信じるのであれば、幼少期の末高房も一応入る、せいぜいこの程度なんですよね。ということ一応なくはないけれども、まあ、薄いという。また、大内義隆と、まあ、正室の、万里高知貞子であったり、あるいは側室の抑えであったりという仲が悪い、つまり別に男色の趣味が激しくて側室は正室との仲が悪いというわけでもない。ってことは同時代の武将と比べてそんな特筆するレベルで修道に傾向していた証拠っていうのは実は一切ないんですよね。これ言うんだったらその例えば武田信玄であったりとかも非難しなければいけないレベルになってしまうんで、実際問題まあギリギリこの2名があるかもという程度なんですよね。でじゃあなんでこんなに知られてるかっていうの言うと、基本的に多分このエピソードが一番決定づけてまして、まあ、大内義隆といえば修道 BLまあ、男色趣味っていうのを決定づけてるっていうのは結局そのキリスト教の説法の時に男色趣味をふけっていうのを外国とがめて激怒した恥ずかしい大名というふうにレッテルを貼った、ルイス・フロイスの日本史が原因なんですよね。このルイス・フロイスの日本史に先ほどあったそのザビエルが
大内内安方を訪れた際にその男色趣味を非難すると大内義隆が激高したっていうエピソードが載って、これルイス・フォルス2000日には載っています。これはただルイス・フォルスが来日したのは A66 年であってザビエルの死後11年も経過しております。っていうことはつまりルイス・フロイスは大内義隆らに会ったことは一度もないどころかザビエルにすら会ったことはないんですよね。で一方でその当の本人大内義隆と直接面会したザビエル本人が残した書状がちゃんと残っております。でこの、大内義隆とザビエルの対談内容を見てみますとこの内容とは全く異なる内容が書かれております。で、ちょっとその1552年の1月29日付のイエス使いに宛てた書状にこれは載っているんですけれども、まあ、ちょっと長いんで、簡単にまとめますと別にザビエル一行は義隆に、男色批判を行ってはいません。さらに義隆も好意的に捉えて最後は見送っております。でその後、ザビエル一行は京都に向かったんですけれども、京都が荒廃していたので、今華やかな山口に戻って布教の許可を得て布教をしておりますっていうことが書かれております。ってなると男色趣味の話であったり大内義隆が、それに対して激高した話っていうのは実は一切出てこないんですね、ここには。で、まあこれ理由は簡単でどうも大内家はこのザビエル一行を天竺人、つまりもっとなんか西の方から来た天竺人、つまり仏教の一派と思ってて結構好意的に見たっていう いうのがあって、まあキリスト教をちゃんと理解してたからちょっと怪しいんです、あ、間違えた、キリスト教をちゃんと理解してから怪しいんですけど、少なくともザビエル一行は大内義隆の非常に歓迎されているという。でこの原因が起こった理由が多分おそらく野次先生がおっしゃっているんですけれども、このザビエル一行の布教許可が出た2ヶ月後に対熱変化勃発してるんですよね。そこによってザビエルであったりあるいはおそらくその一緒に同行していて、ルイス・フロイスにこのことを、公文で伝えたジョアン・フェルナンデスって言われる人物が いるんですけど、この人物は後にも生きてこの、ルイス・フロイスに多分面会してるんですけど、おそらくこのジョアン・フェルナンデスやザビエルは布教効果が出た2ヶ月後にタイネージの変にもろ出くわしてしまって末高ふさらに追い出されたんですよね。おそらくそのことの経験が何かの、何かしらのその記憶の混在なのか、その大内家に悪意を持ったのか分かんないんですけれども、それによってルイス・フロイスに伝えられるときに非常にねじ曲げられて伝わったという、おそらくこういうこれが真相なのではないかということなんですよね。本当にだから完全に濡れ着、もう完全な大内義隆、これに大内義隆に関しては完全に濡れ衣なんですね、ここに関しては。っていうことで、従来の問題点3つ見てみますかと、敗戦後領土的野心や政治的関心を失ったってありますけれども、実際は敗戦後も大内家は各地へ転戦、しかも司会地を拡大しております。さらに政務を顧みず公家趣味に走るって言っていますが、大内家の解任化は明らかに軍事的政治的実利を伴っていますし、さらに、そもそも大内家っていうのは、まあ、公家趣味に突然走ったわけではなく、ずっと前から武家公業として進化を突破したと。あ、すいません、野次先生じゃないのか、これ内史先生なのか、申し訳ないです、すいません、これ内史先生で、内史正彦先生ですね。これウェブ公開されております、この話は、ウェブ公開されておりますので、ぜひ内史先生のウェブご覧ください。はい、それで、修道に陥り老けて愛憎のもつれを引き起こしたってやりますけれども、修道も特筆するレベル、当時の大名からすると、特筆するレベルではない、むしろなんかその他の大名の方がよっぽどひどい場合の方が多いですから。ってことで今までのタイネージの変の原因とされていた内容が全て間違っている、ほぼ間違っているんですね、これって。
で、まあ、実際問題なんでこういうことになってるかというと、結局その戦国時代は力あるものはのし上がる下克上のよう、あるいは、公家は武力を持った武士に取って代わられるという、まあ、昔ながらの思想、あるいはその平の清盛がとかあそこら辺のような官打ち思想、いわゆる官位がどん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 高くなると不幸になる、まあ、織田信長も結局官打ち思想、官打ち思想の一家なんですけども、といった官打ち思想、あるいは滅ぶ側にはそれなりの理由、つまり例えば文弱であったり、あるいは暗愚であったり、あるいは修道にふけったりといった、そういう理由が絶対にあるんだっていった、要は一昔前のステレオタイプのイメージの集合体から、この大内義隆が滅んだ、タイネージの変の、ストーリーが逆説的に、できているものなんですね。そのせいで、史実か、まあ、おそらく史実から乖離、非常に乖離したものとなってしまっているという。でしかもこれはすごいなんか根深いものになっているという感じになっています。そう、小島さんおっしゃると最後の当主、つまりその当主、その家を滅ぼした当主は絶対に、無能だっていうレッテルを貼られるという悲しい差がを背負っているんで、ですけども、あの武田勝頼しかり、そういったもうなんかそういうテンプレ思想から来たものになってるんですよね。でまたもう一個特徴的なのが、実際にこの大内義隆とを見てみて、さらに織田信長と比較してみたときに、大体結構共通点が多くて、あの最大範囲と築いたときに家臣の反乱によって、まあ織田信長は明智光秀に、大内義隆は末高房に、殺害されている、あるあと乱の変の10年ほど前から急激に官位が上がっている、大内義隆が12位ですし、の織田信長は小2位で、直接根拠がないのに男色趣味が取り沙汰されるというところもまさに似ている。であと途中から自身が前線に向かなくなるというのも、結構似ております。っていうことは、こういった大内義隆批判のメソッドっていうのは基本的には織田信長にも当てはまってしまうんですよね。だから要は例えば義隆がその官位に公家趣味に走ってうんたらかんたらみたいなのは信長にも当てはまってしまうんですよね、それって。なのに、野田信長は革命時で大内義隆は暗愚っていうのはおかしいじゃないかっていうなるんですよね。まあなのでこの大内義隆、例えば聞いた誰かに聞かれ、大内義隆って暗愚だよねって聞かれた時に理由を聞いて、ここら辺の内容が出てきた時は、それって織田信長にも当てはまるよねっていう風に、返しましょう皆さん。まあ聞かれることは絶対ないと思いますけど。そして、ではなんでこういったタイネージの変化が起こったのかっていうところに移るんですけれども、それを解く前に、まだタイネージの変には謎がいっぱい残っております。で先ほどは、大内義隆が、別に修道にふけり続けたわけでもなく、政治的関心を失ったわけでもなく、あとその別に公家趣味っていうわけでもなくっていうところ行ったんですけども、逆に乱の首謀者の末高房に関しても結構、残っています。ひろゆき、それって信長の親父ですよね。そうです、そうです、まさにそれ、そのメソッドはかなり使えます。で、この乱の首謀者末高房こと末春風、結構よく知られている、まあ名前はよく知られているんですけれども、まあ、大体知られている内容としては、周防守護代末家の当主、まあ大内家を支えた名将である末興房の、息子、そして、武断派でブイブイ言わせてて文治派の相良武藤と喧嘩してみたいな、内容で、まあ、終わっていると思うんですけれども、この人物結構重要でなにもかかわらず、あまり着目されていない謎が3つあります。ちょっとそれを今回見ていこうと思います。多分これだけでも従来のタイネージの変が大きく変わるものになります。ここはまず1つ目、そもそも末高房の出自って
本当に末家なのかっていうところからですね。まあ、実際問題この家系図っていうのは大内氏系図でもありますし、他の系図でも これが参照されておりまして、基本的に大内家の名称である末沖房のと吾妻鏡吉川本の収集者で右田広明の娘の間に生まれた次男が末高房とされております。で実際あとちなみにこの末沖成っていうのは大内義興が上洛した時に三条に三鷹に海産物を送りまくっていた一部界隈では結構人気になった人です。まあまあ多分この人多分この人私の大内義興解説 見たことない人は多分絶対知らない人なんですけれども、海産物おじさんですこの人が。実は結構その親戚関係にあるという人物で、こっちの右田の方、右田広明の方は実はこの吾妻鏡を収集して収集していた人ということで、そっち方面でも結構有名な人になります。まあというわけでこういう感じで基本的にこの末沖房、末尾守護代末沖房の次男で、まあこの長男が死んだので、まあこの次男の高房が当主になったっていうのはされてきて、少なくとも2020年手前まではこれが研究者の間でも正しいとされてきました。ところがちょっと本当少し前に和田修作先生が歴史散歩というその歴史散歩っていうところで吉田の新東家の吉田のが書いた日記の中に天文11年の房州下校記というものがありまして、今現在本国中で出版されるらしいんですけれども、であれこれ申し訳ないです、これ金右だ、え金なんていうんだったっけこれまあいいや吉田が実際に山口に下校して滞在した日記であって、該当記の天文11年の大内家の動向を知る上で非常に貴重な内容を含んでおります。あれ金右でいいんだよねこれ、えちょっと私ちょっと不安になってきて、もう分からなくなってきてるんですけど、今小地鏡さん金右なんですよねこれ、分かんない、まあいいやまあいいや、吉田でいきましょう。吉田さんがまあその山口に下校した日記なんですけれども、そこの日記をちゃんとまあちょっと現在本国中で我々見ることができないんですけれども、これその中に例えば大内義隆には実は実は伊布兄弟である、これ期末権宗縁って言うんですかね、ちょっと分かんないんですけども、実は伊布兄弟が実はいるっていうことが、そういう呼んでいったら分かります。で重要なのがこの房州下校期10月5日上に石見守護代の戸井田高森の母親が金右に5人分の本家を占ってほしいってことが言われて占っているんですよ金右が。そうなんかラーメン屋っぽいそうですね、家畜犬と一緒の匂いがしますよねこの人この前のこの期末犬総縁まあいいや、この5人分の依頼 に書かれているのは大体戸井田並びに末などの母道なり、あるいは戸井田大倉醤油の高森なり、末中塚太夫か、太夫か、うん、太夫か、中塚太夫、杉十郎妻なり、これ人、末戸井田の妹なり、戸井田嫡男なり、この5名の人物が、描かれています。で本国文を読んだことがある方でしたらこの5人の並びんってなると思うんですけれども、わかりますかねこれ、これ明らかにおかしいんですよ。この5人が並んで、この5人の名簿明らかにおかしいんですよね。こ
これ分かる人いますかね。分かる人いたら多分相当マニアックな人物だと思うんです、した方だと思うんですけれども、まあちょっと答え言っちゃいますね。これあのよく見てみますと、この5人、まあこの戸井田合わせて末の母堂なりというのがこの戸井田高森の母親です。それで戸井田の、大倉醤油高森、これは戸井田高森のことですね。で3番目に来ているこの中塚浅井、こいつ末高房のことです。で末高房で、しかも上のこの母親は戸井田合わせて末の母堂なりと書かれております。つまり戸井田と末の母親ですと言っているんですよね。でこの杉十郎の妻なりっていうのは、これ人末戸井田の妹なりと書かれています。でこういう戸井田嫡男っていうのはこの戸井田高森のお子さんです。ってことはこれって末高房っていうのは末家出身ではなくて、この戸井田高森の同母兄弟なんですよね。戸井田家の次男坊なんですこいつ。そう、山田喜太郎さんおっしゃる通り、戸井田氏の養子とかじゃないよねってあるんですけれども、養子の場合これ末の母堂とは言いません。間違いなくこれ実母ですこいつは。でしかも水あの戸井田、戸井田合わせて末の母堂って書かれていて、あの明らかに戸井田家の人物で書かれているので、あの別にこれその戸井田の奥さんが、夫が死んで末家に嫁いで、それであの末高房を産んだとか、そういうわけでもないですこれは。なので考えられるのはもう本当にこれとしか考えられないということですね。一時兄弟の可能性は若干あるんですけれども、少なくともこの時期、戸井田に嫁いだ後に、戸井田末とついて、妹が生まれているので、おそらく途中で末家に嫁いで、そういうことはちょっと考えにくいですこれ。ではこれ結構衝撃的な発見なんですけれども、2020年だったかな、ちょっと19年か忘れたんですけれども、19年の歴史散歩っていう2ページぐらいの2ページぐらいのコラムがあるんですけれども、そこにさらってこれ書かれているんですよね。さらって書かれていて、えってなってるんですよね。あ、山崎太郎さん、あのおっしゃる通り、この沖久かな、これあの末沖久には実子がいるんですけれども、おそらくこの実子が死んだために戸井田家から養子を取ったっていう感じになっております。そうですね、正本さんおっしゃる通り、その末家に嫁いだったら末妹って書かれるはずなんですし、だからこれ こう書かれているのは明らかにもう同母兄弟で、もともと末家の人間だったとしか考えられないんですねこれって。アゾノブヤブ有料ベータテスターさん、あのもうこれは論文として歴史さん、多分吉田兼右房州下校区に見える大内氏関連記事っていう、私今概要欄にあの参考文献として貼ってあるんですけど、それを見たら、一応分かり、あの論文として論文扱いで発表はされております。そうだから結構これ衝撃的な事実なんですよね。で実はこれ昔から言われてなかったのかっていうと、実は昔ちょっとだけ言われていました。で軍記物として信憑性の低い、陰徳大義兵器に、ここにあるいは実は戸井田紀伊の神嫡子合わせて並びに末を、沖房姉の生まれる子なりっていう風な、ことが書かれています。実はこの陰徳大義兵器は、で実際問題これ、まあ、口頭向けとして無視されていたんですけれども、実はこれニアミスしていたということなんですよね。ただまあこれ戸井田紀伊の神という人物は実在するんですけど、出場が不明です。であと沖房姉も、いたかどうかはわからないという感じです。だからこの文面自体は、ちょっと信用はできないんですけれども、実はこの戸井田家とその
末沖房のな多分姉妹の誰かとの子供っていうのは結構ありえるという話で、で和田先生曰くおそらくこういうことじゃないかということで、末沖房の、まあ、姉ですね、姉と戸井田沖之の子でがこの沖之のこの娘が先ほど言った母堂で、それで戸井田高森と末高房が生まれる。でこの末沖房の、長男が死んだので、この姉の子供から養子を取ったという、こう考えると全てが納得いく説明になるんですよね。でまあ実際問題これが本当かどうかは証拠がないのでわからないんですけれども、和田先生もおっしゃってる通りその確証がないんですけれども、少なくとも今のところ信憑性が高いこととしては、少なくとも末高房っていうのは末家の人間ではなく戸井田家から戸井田家出身の末家に養子として入った人物という、この沖房の娘がこの母堂なのかは分かんないんですけども、少なくとも戸井田家の人間であるということになりますね。これはなんで戸井田高森とかがタイネージの変の時に末家に味方したかっていう明確な証拠なんですよね。そりゃ兄弟なんだから味方するに決まってるんですよね。今まで戸井田高森がタイネージの変で末家に味方した理由がよく分かってなかったんですけれども、そりゃ味方しますよねっていうっていう衝撃的な事実が最近明らかになったということでした。そして2つ目、末高房と朝廷ですね。で一般的には武を重んじる末高房っていうのは大内義隆の公家趣味っていうのを嫌っていて、それが大根寺の変にて義隆を殺害して下校していた公家を虐殺した原因というふうにされております。しかしこれ結構重要なことなんですけれども、今まで要は大内義隆の公家趣味に憤ってて、公家なんてって感じで大内義隆と対立して公家と当初虐殺したとされていたんですけれども、よく見ると天文17年1548年4月16日末高房っていうは28歳にして従五位の上に昇進しております。これ従五位の上っていうのは結構高い身分でして、まあ、この時の、歴明名代っていうところに大内家の会に載ってるんですけれども、従二位が、まあ、大内義隆で、沼間高清っていうその天保林三条家の家路だったと思われる、で、大内家の家臣になっている、まあ、いわゆる、まあ、朝廷の関係者ですね。で樹脂の家、それで、まあ、母親がおそらく冷泉家出身であるとされている冷泉高豊が正五位の家で、まあ、この二人は、まあ、大内はいいとしてこの二人はほぼ公家に近い人物、その次に来るのが末高房なんですよね。でこれは他のその例えば大内義隆が好きで言って相良武藤であったり、あるいは武前守護大に杉重則であったり、あるいは他のその要は各国の守護大ですね、まあ、基本的に十五位の下なんですよね。毛利元就も十五位の下です。それでその評判衆の筆頭ともいえる、まあ、末高光とかも十五位の下です。なのに末高房だけ十五位の上なんですよね。これって明確におかしくて、本当に公家官位を嫌っているんであったらこの任官は受けないはずなんです。で実際問題おそらく公家を嫌ってたであろうと思われる、内藤沖森はこの歴明名代には一切名前がありません。内藤沖森は長門守護代なんですけれども、こいつだけは名前がありません。つまり断ろうと思えば断れるはずなんですよ。内藤清盛断ってるんですから。なのに末高房は十五位の上を若くして受けています。ってことは本当に末高房がこういう大内家の官位
範囲に対して否定的だったかというとかなり怪しいんですね、ここは。そう、ここはということは、まあその内藤高沖森がこの公家官位を嫌ってて、それで末高房に協力したっていうのは筋が通るんですけれども、末高房がこんだけ高い官位についててウハウハ言っているのに公家嫌いって言って公家殺したっていうのは全く理屈に合わないんですね、ここは。というわけで、それもよくわからないということになります。というわけで、まあ官位本当に嫌ってるかどうかが怪しいという。そして3つ目、これ一番今回重要です。乱のこの泰寧寺の変の後、末高房は大友春秀、この大内義長ですね、義長から返記を受けて末春方と改名したとされております。これも本当にこれは事実です。で、あの事実、末泰寧寺の変が9月に起きて11月頃には、末高房は末春方に改名しております。ただこの改名は謎が多くて、返記の際に普通この主君の上の字をそのままこういう風につけるっていうのは西国ではほぼありえません。少なくとも、織田信長みたいにあの完全に上位互換になった時に織田信長の信を挙げたりとか、あるいは豊臣秀吉の秀を挙げたりとか、あるいは足利義輝とか足利義輝の義を大内家に挙げたりとか、そういうのはあるんですけれども、あの大名クラスでこの晴れの字を上の字を晴れ上に上げるっていうのは基本的にないです、西国では。さらに言うと西国では西、まあ、これは東国だとちょっとあるんですけれども、西国ではこれ大内、春秀のこの春っていうのは、足利義晴の変記、足利義晴の春なんですけれども、その春をさらに家臣にまたがしっていうのは絶対にありえません。これは東国だと時々あるんですけれども、本来ならば大友春秀の秀から来て、で末家歴代の字である房をつけて、秀房、あるいは大内義長の長をつけて長房、どう考えてもこの2つでないとおかしいんですよね。本当に大友春秀大内義長からの変記であるとするのであれば理屈に合わないっていうことになりますね。でこれは、従来の説だと要は大内家をよし支配したっていう、末春方が大内義長が公家であることを示すためにわざとこういうふうに上の字を持ってきたっていうふうな説明をされているんですけれども、当然 そういうわけではありません。これは水京さん、大内義興、末沖房、山口沖森の沖はどうなんでしょうね、山崎の意味中沖森じゃないかもしれない。あーちょっと山崎沖森は調べたことないのですいません、わからないです。これそれは山崎沖森も多分沖どうなんでしょうね。あすいません、ですね、おそらく山崎沖森の沖はみなし変記です。これは後々ちょっと多分出てきます。あの大内家ってその変記与えまくったせいで、あの歴代同じ名字になりすぎて、あの使える名字がないっていうので、あの無理くり沖とかブーとか、あの相良、あのさっき言った相良武藤とかの時にちょっと説明いたします。みなし変記説明いたします。そこは多分おそらくみなし変記だと思います。それはちょっとそれはあの後々出てきますのでお楽しみくださいということで、まあこの末春方の変記は明らかにちょっと普通とはおかしいということになっています。で実際ちゃんと見てみます。そうすると泰寧寺の変の2年後、将軍足利義輝、この時義藤ですね、義藤は大内家の重臣4名に白笠袋と毛線蔵王位の使用を許可しております。これは村上宗とかも得た中古あるいは守護職に並ぶ格と認められた際にのみ使用が認められる特権です。
で、大内家の守護大クラスにこれだけばら、まあ、ばらまいているにもかかわらず、末高房に関してはこの白笠袋と毛線蔵王の使用許可が得た形跡がありません。となると、あの末だけ嫌われてる、まあ、乱の首謀者から嫌われてるんかっていうことになるんですけれども、宮内省要聞、これちゃんと載ってるんですけれども、によるとの、天文22年1553年正月に起きてるんですけれども、基本的に大内義長、大友春秀ですね、のは家督承認、あの大内家の家督承認、それで変気、これが、足利義輝の義から義へを着て大内義長っていう変気、あと御相伴衆左京大夫の認可を得たお礼をしています。で、内藤沖森であったり、末重則であったり、あと飯田沖秀であったりは白笠袋毛線蔵王を得ています。でもそこに一方、末春方は変気を受けたお礼としてお礼をしています。っていうことは、で、まあ、末高房の改名は大根寺の変の直後の天文22年の11月16日から12月10日の間なんですけれども、この2年後に将軍に変気をくださってありがとうございますというお礼をしているんですよね。これが考えられるっていうことはただ一つで、末春方の改名っていうのは大友春秀の変気ではなくて、おそらく前将軍足利義晴からの変気と推定されます。これはつまり将軍から得た変気で、何かしらの理由でおそらくそのまんまになっていたものが、あの大根寺の変後にパッて変えて、その後に変気をしたという。こうじゃないとこの変気のお礼っていう理由がつかないんですよね。実際この時に変気のお礼するんであったら、この末春方は例えば足利義富士の富士を取って、例えばあの末富士県とか、そんな名前になってたんだったら変気の礼しててもおかしくないんですけれども、春方で礼をしてるってことはこの足利義春しかありえないんですよね。そうで、おそらく、ここでちょっと多分疑問に思う方いらっしゃると思います。安谷さんと八重朝日さんかな、あそこら辺、あのそのお二方今おっしゃってると思うんですけれども、これちょっとただちょっとおかしいんですよね。これ足利義晴が死んだのは天文19年、大根寺の変の直後の5月です。1550年5月に足利義晴が死去して、51年に大根寺の変が起きた時に、起きたすぐ後に末春方に改名しております。でその後 大友春秀入国して、2年、この大根寺の変の2年後からに大内義長末春方変気の礼をが起こっております。ってことは、まあ、考えられる可能性としては、生前に変気の約束をしていて、何かしらの理由でそれが行われなかったからなくて、ここでなんか突然変えたという。ただこの事例はあまり見かけない字になります。見かけないことになります。これにはおそらく理由があるかもしれないとされております。というわけで、これはちょっとそれについては後ほど言います。ということで、しようかまとめますと、末高房こと末春方っていうのは、実は岩見守護大家の戸田家出身、戸田高森の弟になります。で、さらに大内家内でも官位が高く、なんならその大内義隆の次に公家趣味に走ってた人物と言ってもいいぐらいのレベルになります。さらにその末春方の春方っていうのは、まあ十中八九足利義晴の研究を受けております。さて、ここまで来ると今までの従来の大根寺の変とはもう大きく様変わりしているっていうことになります。まあ、もちろんこれ以外にも、大根寺の変の前後には非常に大きな謎があって、例えば大内義隆の嫡男の名前は、義隆なんですけれども、これってこの足利尊氏の高
使ってますし、そもそも4代前の当主大内茂雄が死んだ柿津乱の時に赤松家が用意したのが義高で、こういった人物の名前をつけるっていうのは謎があるんですけど、まあまあこれはちょっと未だに解き明かされていない謎なんで、ちょっと置いときます。これは後々研究者の方が解き明かしてくれると信じております。でも一番の謎はやはり末高房が主君死逆の直後、故将軍足利義晴の返帰を受けて末晴方に改名、それで幕府もそれを認めているっていう、非常に謎が深いんですよね。主君死逆後ですよ。しかもその死逆する前高房って名乗って、その死逆した後に、しかももう死んでるはずの義晴の返帰を受けているんですよ。これ本当に謎な行動でして、さてこれなぜでしょうということですよね。というわけで今だいたい1時間半なんですけれども、ちょっと休憩タイムということで、ちょっと私お茶飲ませてください。でちょうどこの時にちょっと BGM 変えようと思ってたんで、よいしょ、ちょっと2分間ぐらい休憩しとります。なんか質問がありましたら、コメント欄の方でお願いします。答えれる分には答えますので。はい、皆さん、戻ってまいりました。ここまでの、タイネージの編いかがだったでしょうか。おそらく皆さんのその知っていた知識とは全く違うタイネージの編が今描かれつつあるっていうのが多分衝撃でだったら、あり嬉しいなと思います。よいしょっと、ちょっとコメント欄見ていない。
まあまあまあ、今回まだあのあれをい、あれは言わないんですけれどもあ、トラフィックさんチャンネル登録ありがとうございますまあここまでの多分タイネジュ編の通説と、まあ、実際今研究で進んでいるところを 見比べてみると明らかに規制昔の路線のタイネジュ編っていうのは成立しようがない感じになっているんですよね。というわけで、まあここからはあれちょっと待ってくださいね。いったかな。というわけでここからは、じゃあまあここまででその今まで謎だったところをちょっと整理したということでして、注意してしたとして、まあ、タイネジュの変は何なのかっていう原因についてちょっと見ていこうと思います。で、先ほど言った通り従来説っていうのは基本的にこうなっております。大体まあその大内義隆が公家趣味に明け暮れて国政に無関心になって、でその結果末高房と、まあ、相良武藤らの2人文治派と武功派が対立する。さらにまあその大内義隆の寵愛を失った末、高房の愛憎劇といった、こういったまあ西京さんおっしゃるとおり、そのヒルドラ的展開ですよね結果タイネジュ編起きたというのが、従来のタイネジュ編だったんですけれども、今まで説明した通り、これもう全くその従来説は今までの研究からすると当てはまらないような物語になっております。というわけで、まあ、まあこれはないだろうということでして、次にまあこれはそのちょっとは根拠がある説なんですけれども、まあいわ、まあ、ちょっと勝手に私が末は悪くない説っていうふうに名前つけているんですけれども、これはそ要はその末高房は騙されたんだみたいな説ですね。要は例えば今回これ出てるの相良武藤ではなく、杉重則なんですけれども、そういうふうな、まあ要は大内家、大内義隆と、相良武藤のことを悪く言うものに騙されて公家趣味に走った大内義隆から大内家を守るために、まあ主君押し込みですね、いわゆる主君押し込みをしようとして、その挙げ果てに、主君を殺害して、その後大友家から守る、違う違う、大内家を守るために大友家から主君を衰退したっていう、いわゆる従来説のアンチテーゼ的な説になるんですけれども、これ根拠が実はちゃんとありまして、この後、タイネジュの変後、大内義隆に咎はなく、相良武藤に偽りなかった、それなのに杉重則に、たぶらかされて義隆様を追い詰めてしまい後悔していると言って、タイネジュの変にの時に協力していた武前守、あれ筑前、筑前だったかな、武前か、武前守護代の、杉重則を、末春方は、殺害しております。でまた、ずっと後に、大友家家臣立花別紀明虎、竹茶番道説ね、立花道説は資料を書いた義高が道理を説いている末、高房より無道を企てた相良武藤を贔屓したと述べております。要はこの説の根拠っていうのは基本的に、まあ、相良武藤が悪い、あるいは杉重則が悪いっていう説なんですけれども、まあこれ結構もてはやしてる方いらっしゃるんですけれども、よく考えてほしいんですが、末春方も大友家臣の、立花道説もどっちも乱の首謀者側の人物です。ということはこれってこう書いてるけど、要は乱の責任を杉重勝に押し付けてるとも言いますし、どちらももちろん立花道説は大友家から大内義仲擁立してますからね、それは末高房を悪く言うはずがないんですよ。この二人は自分たちを悪く言うはずがないんですよ。だからこの両者の言い分をもとにこうだっていうのはちょっと無理があるんですよね。しかもこれだ以外にも証言は残ってるんですけども、物的証拠から明らかにちょっと殺意を持って末春方は大内義隆を殺してたりするので、まあちょっと
これの説を通すには難しいという説になっております。こじかべさん、ポジショントークって。そしたら、じゃあ、最近だと何が主流なの、まあ、研究分野では何が主流なのかっていうので見ていきますと、おうち研究の第一人者である藤井隆先生らは基本的に上洛阻止説っていうのを、提言しております。今のところ、まあ、簡単に言いますと、大内義隆はあの時再上洛を計画しておりまして、国内がそこまで不安定安定していない、さらに、大内義行とかも結局は最終的には失敗してしまった、失敗した挙句にその国の混乱を招いてしまった上洛をやめてほしいっていう末高房ら重臣たちが主君押し込みを狙ったんですけれども、さっき言った通り大内家っていうのはこの時戦況が好調で、しかも、もうなんか止め日の出の勢いで好調、大内家の内部はごたついてるんですけれども、大内家の外側外部であったり戦況であったりは非常に好調で、主君押し込みを、ね、やったとしてももう大内義隆がそれを認めるわけがない状況になっていたということで、最終的に死逆まで至ったっていう、説ですね。要は大内義隆の無謀な上洛を阻止するためのクーデターが大内寺の変ではないかという説です。で、実際問題、もちろんこれ研究者の方々が提唱している説なんで、ちゃんと根拠があります。で、例えば大内義隆が足利義晴が天文19年に死んだ時には、支えたかったのにとかいう風にな感じで、手紙を残していますし、後で出てきますけど相良武人が、ちょっと一旦その没落しちゃうんですけれども、相良武人が没落した時に思うことがあるから近江国に行けっていう風な手紙を出してるんですよね。っていう感じで、状況証拠が、大内義隆が上洛を計画していたらしき証拠は一応あります。で、さらにもっと詳しくまとめますと、天文19年元旦に、大内義隆は出雲国の妙見神社に立ち馬を寄進しております。この出雲国っていうのはもちろん大友家、大内家と、非常に敵対関係にある尼子家の領国ですね。さらにこの天文19年元旦の直前の11月に石見国の太田造山城の戦い以降、大内家と尼子家の間で直接戦闘を行った形跡がありません。大内寺の変後はあるんですけれども、大内寺の変直前までありませんっていうことから、で、大内寺に直接証拠なくて、なぜか出雲国の尼子家の領内に大吉隆が立ち馬を寄進しているっていうことは、実はこの頃にすでに大内と尼子家の乱木が進んでいたのではないかということが、指摘されております。またさらに天文20年、先ほど興味あるって言ってくださった方もいらっしゃるんですけれども、大内義隆は朝廷から山城権の神に任命されています。これって山城権の神って、まあ名誉職なんですけれどので、あんまりその意味はないんですけれども、これって山城、まあ山城守護の朝廷版なんですけれども、これって要は指し示す意味としては朝廷からも上洛を望まれていたということなんですよね。だから朝廷からも幕府からも、まあ上洛を望まれていたし、ここでやっと散々敵対していた大内と尼子間の和睦がやっと整ったってなると、上洛しようとしていたっていうのはかなり説得力のある説になります。だからので、ね、前述案よりも確かに説得力はかなり高いですし、主流と言えるのもうなずけます。これはただ大内義隆が上洛しようとしていたという直接的な証拠がないっていうのと、あと実はこの大内家重臣たちが、その上洛を拒んでいたという証拠がないっていう2つ、あと3つ目に、さっきあった、天文22年に
あの足利義輝から多分栄転をいろいろもらってたって話したと思うんですけれども、こんな風に上洛完璧な段階まで整えて上洛しようとしていたも主君を殺した末の一派をあの足利家がそこまで厚遇するかという謎が残ってるんですよね、これ。だからこうなるとそのなかなかその確かに説得力はあるんですけれども、その一方で謎がちょっと増えてしまうという。だからさっきこれ説明しただけだと多分納得できると思うんですけれども、そういう反証を聞くとどっちかなって思ってしまうっていうような案になってしまうんですよね。だから完璧ではない、ただ今までの案よりかはもうはるかに説得力が高いという案になります。そうで、そこで最近、本当に最近ですね、2020年このトーマス・コンラン氏っていう外国人の方ですねが、山口県資料だったかな、ちょっとどこ出典か忘れてしまったんですけれども、あのトーマス・コンラン氏が発表した論文が掲載されております。でこれはあとちょっと後で中原健先生が出てくるんですけれども、中原先生によって批判補強が加わった説があります。でこのトーマス・コンラン氏の、山口偏途説っていうのを言いますと、大内義隆は上洛ではなく山口の天皇の偏途あるいは強行を計画していて、逆にスエラは上洛しようとしていたのに大内義隆は逆方向に行こうとしているので、それを止めるために殺害したんじゃないかっていう従来とは全く逆の説を、トーマス・コンラン氏は提唱しました。多分あのここにいらっしゃる方だったらあのえ何言ってんのっていうびっくりすると思うんですけれども、右京大魔そうさ、これはトーマス・コンラン、トーマス・コンラン、いや本当に天皇が変とする、なんじゃそりゃって多分皆さん思うと思うんですよね。ですがこれちゃんと論拠自体はしっかりしております。とんでも説ではありません。これ割とある程度は納得できる説になります。でまず一つ、トーマス・コンラン氏が、先生がおっしゃるのは、この中国治乱期、これ足利是正期でよかったっけ、ちょっと忘れちまったんですけど、の室町の日記ってこういうちょっと信用性が低い軍記物になってしまうんですけど、この3つの軍記物には、はっきりとした相違がある、これ多分同じものを書きあの参考にして写したやつではなく、おそらく別々に作られたものなんですけれども、相違があるにもかかわらず、いずれも大内義隆が天皇を山口に移して山口を身横にする計画があったっていうことが書かれております。ということは義隆の山口返途計画っていうのは当時広く知られていたのではないかっていうところから、トーマス・コンラン先生の、説が始まります。ただもちろんただ単にこれだけで山口返途してたっていうのは某その本能寺の変の時に無茶苦茶に鎮説行ってご了承している方いらっしゃると思うんですけども、そういった鎮説とこれだけだと変わりがないんですけども、ここはかなりしっかりしています。でコンラン先生は大涅寺の変化が起きた天文20年1551年に京都の記録が極端に少なくなっているということを、指摘しております。例えば朝廷統治の中心人物である関州寺事件や山科家にも記録が欠落しております。さらに当時最先端の暦であった愚中暦、これ暦になんか注釈暦、注釈をつけたりする暦なんですけれども、が残っているのは大涅寺の変化が起きた1551年が最後になります。でおそらくこれはその七曜暦を作成する中塚佐生の専門家たちが山口に移ったのではないかということを指摘しています。ただこれはちょっとちょっと私そこまであれなんですけれども、これ多分後々に多分
批判されるかなと思ってるところなんですけれども、まあ最高であるのは確かです。そう、それでその後が重要で、神楽奏者の、闘技金安でいいんかな、これちょっと分かんないですけど、であったり朝廷財政の検問である水頭公広め、もう分かんないこれ水頭公明多分水頭広明かな、これ多分出頭広明かちょっと分かんないですけど、ちょっと読み方が全然分かんないんですけれども、まあその朝廷財政の専門だって神楽奏者までこの時、山口に下校しております。でさらに、この時もちろん変で殺害、大樹の変で殺害された中の、大物公家で、大物公家として二条、忠房であったり三条光琴であったり、あるいは、自明院元則であったりっていったこの3名の人物は朝廷儀礼の、設営に携わる重要人物です。3人ともで、さらに、二条忠房は普通は御所を離れない人間人である櫛田、総司やったっけ、ちょっと櫛田氏を、ちょっとすみません、読み方わかんない忘れちゃったんですけど、櫛田総司を山口に呼んでます。これは、設営の時に、建てる建物、設営の時に建てる建物を、陣屋と呼ばれる建物を、作る人で、他にも例えば、天皇の火鉢の用意とか冠を作ったりとかいう、ことをする肝心でして、普通この人物は朝廷を離れることがありません。なのにもかかわらず二条忠房はこの本能寺の変の前、この人間人の櫛田を、山口に呼んでおります。ってことは、この時これらの事実を加味すると新年の設営は山口で行うような行幸は計画されていたのではないかということになります。これはかなり説得力のある説明になっております。確かにそうでないとこの人物たちが続々と山口に入っている理由は確かに不可解。とまず混乱し、今までその二条忠房とか、自明院とかが下校しているっていうのはあくまで荒廃した京を避けるためって思われてたんですけれども、こういった、天皇とかいう朝廷の超重要人物で基本的には離れないはずの人物まで山口に下校していて、さらにその大根寺の変が起きた時にこういった記録が欠落しているっていうのは、まあ変とは言い過ぎにしても行幸ぐらいはあったのではないのかという、これはさっきこれだけだったら単なる陳説なんですけども、ここまでその状況走行それられると否定はできないという、これは今までのその研究者の方も全く見たことがないという、まあ見たことないよ、全く新しい視点になりますこれは。でこの混乱史の説に対して、2021年か2年かちょっとどっちか忘れてるなったんですけど、 1,2 年後に中原健氏がこの点を以下の点を指摘しています。まあさすがに正当性の観点からも遷都、まあ、行幸はあったとしても遷都は考えにくいだろうという。そうですよね、正本さんも小島学部とおっしゃる通り、久家勝利らが書いててもおかしくはないんですけど、ないっていうのがこの点説のちょっとこの説のちょっと弱点ですね。ただ何かしらの計画はあったのはもう間違いがないという、ここまでその朝廷の女人であったり、まあその肝心であったりが山口に全員集結してるのは
なってるという。ただこの混乱史の説はなんかタイネージの変の黒幕を例えば九条種道と三好長慶でしてて、この三好長慶 の読んだ俳句からそれが分かるって言ってるんですけど、これはちょっと無理があると。またこの山口変と潰して、山口変と潰して公家たちを虐殺した大内義長に対して叙任を認めるのはさすがにおかしいだろうという。でさらに、そのさっきも出てきた山城権守に朝廷大内義高朝廷から任命されてるんですけれども、これをコーラン先生は、その山口行幸の前段階だって言われて主張してるんですけれども、これはいくらなんでもそっちではなくて上洛を促したと考えるべきだろうという、まあこういったそれは最もだっていう批判をしているんですけれども、一方で、中原先生はこの説は明らかに先行研究には全くなかった視点であって、タイネジ編の解明に迫った論文と高く評価しております。さらにその後で、中原先生はこの混乱先生の説に、独自の補強を加えて、従来の説とは大きく異なるタイネージ編を提唱しています。これがもう本当の今つい最近の出来たてほやほやのタイネージの編の説になります。ということで、今回は、藤井隆らが明らかにしてきた大内義高の研究に、トーマス混乱氏中原健氏らの、混乱先生中原先生藤井先生らの説を加えて、新説タイネージの編ということで私がまとめましたので、それを時系列に見ていこうと思います。ということでちょっとあの水飲ましてください。それで高橋さんがおっしゃる通り、今谷先生の説みたいにおそらく次はこのタイネージの変が叩き台になると思います。もちろんこの説明らかに弱点もありますし、後々否定されるであろうところもいっぱいあります。ただここまでそのちゃんと理論だって新説を加えているので、おそらくこの説は後々残ってその次の説の叩き台になるのは間違いないっていうところまで来ております。おそらくこの5年10年ぐらいで大きく動くんじゃないですかね。というわけで、ここからは、さっきみたいにその従来の説みたいに、まあ勝さん戸田町で敗北して承知した大内うんたらかんたらみたいなんじゃなくて、ちゃんと時系列順に、大内家と末家の末高房のものを見ていこうと思います。で、まずはじめにちょっとその最初これ本当は大内義興から作ってたんですけども、いつまでたっても終わんねえと思ってちょっと飛ばしているんですけれども、まあ天文10年からに10年前に遡ります。あ、誰かさんの研究所さん、トーマスさんは日本語で書いております。結構達者です日本語で。これ言っていいか分かんないんですけども、無断転載かどうか分かんないんですけど、一応このトーマス混乱先生の論文はネット上で見ることができます。興味がある方はぜひご覧ください。はい、ということで、天文10年1541年1月13日10年前に、話は遡ります。この時吉田郡山城の戦いにて、出雲の天子明久、つまり後の天子春久は、毛利元就、末春方の、連合軍に敗北します。これによって厳島新領主友田沖藤が、自害し、安芸武田家と厳島新領主が滅亡します。それさらに、安芸国人の大半が大内家に帰順するという。でこの年、大内義高はそのまま安芸国に投留して、天子方に下った村上水軍への報復であったり、厳島神社神主の、再興であったりといった戦後処理を行っております。この天文10年は。そしてその頃一方で7月11日には大内家主催の、県民使節団が帰着したことで、おそらく
大体9000から1万2000巻と思われる、まあ、そこら辺の量であろう莫大な収入を、大内家は得ます。一方で11月13日アマゴ家では、アマゴ春久の敗北と同時期の後に、それを見とるかのように、隠居していたアマゴ常久が84歳で病死します。ということで大内家は大勝して、しかも臨時収入、莫大な臨時収入が入った。アマゴ家は敗北して、さらに今まで支えていたアマゴ常久が死去したということで、アマゴ家を攻める絶好の機会が到来したということになります。でこの冬、大内義隆は幕府内大臣の大立春光に、世情の義風分その向き趣候ろうて、その覚悟至るべし候ろうでいいかな、まあ いや、と、その自ら上洛を申し出ております。なのでこの時大内義隆のビジョンとしては、このまま天子家を攻め滅ぼしてそのまま上洛にしようという、明確なビジョンを持っておりました。ということで、雲州征伐に入るんですけれども、その前に、大内義隆は相良武藤と元天子家の秘官の多賀高長に、出雲国人たちへの調略を行わせて、三沢為清や、天子信二佐波氏らの寝返り工作に成功しております。でここで注目してほしいのが相良武藤なんですけれども、この相良武藤っていうのは大内政広の文書業務を支えていた、これと大きの著者相良これとの、子か孫の、これとか、まあ、いや、ごめん、すみません、これとだったかはちょっと怪しいんですけどので申し訳ないですけども、相良これとの子か孫です。でさらにこの武っていうのは、この大内義興からのみなし返記と考えられております。でここでちょっとそのちょっと待ってくださいね。あれ、ちょっともう少々お待ちください。あ、すいません、お待たせしました。ちょっとちょっとなんかメールが来てたんで見返していました。はい、でこのみなし返記っていうのは、その今まで大内家って大体、大内持雄からの範広、政広、義興、義隆っていう感じで、大体将軍の返記をもらって、でもう一つが、大内家の通じのヒロとかいう感じでできていたんですけれども、まあ、簡単に言うとその同じ当主でもその非官人の子供、あと孫とかに返記を与えると字が足りなくなるという、大内家特有になってるんですけれども、これ多分大内家特有だと思うんですけれども、でだから足りなくなってきたので、そのみなし返記として違う字を、与えるようになっております。それが、この部の返記なんですよね。なので基本的にこの部っていうのは多分なんか藤井先生は武士の武じゃないかっていう言ってるんですけれども、この武をなぜみなし返記してるかちょっとよくわかんないんですけれども、とにかく名前がなんかネタ切れしているから、とりあえずこの字は我々の大内家からの返記ですよっていうような字を与えたっていう、これがみなし返記になります。でこの相良武藤の相良忠藤の、この部はおそらく大内義興からのみなし返記になります。だからおそらくこのお父さんがおきとうとかそんな名前だったんでしょうね、おそらく。
だからちょっとよくわかんないんですけれども、でもおそらくこれはみなし返記だろうということで、っていうことは、でしかもこの時相良た、あれちょっと待ってくださいね、相良忠党で竹党やったっけ、いつもこれ私相良武人って呼んでるんですよねあ、竹党ですよね、合ってますね、すいません、ですね、この相良竹党、ちょっとよしよし、この相良竹党は大内義興の時代から仕えていた側近中の側近でして、実際この時点では参謀的な立ち位置にいます。っていうことは、今まで通説に言われた通り、そのガスさん東大城の敗戦後にやる気をなくしてこの相良武党を徴用したっていうのは全然間違っていて、実際は先代からの側近で、側近中側近で、この時は本体付きの参謀、まあ諸葛亮孔明じゃないですけど、参謀的な立ち位置にいた人物なんですよね。でこの相良武党がだが基本的にこういう風な出雲国人たちへの調略を行って寝返り工作を事前にしております。でさらに大内家は雲州征伐を開始して、基本的に大内水軍をぐるーって迂回させ、山陰地方まで迂回させて出雲国の海上を完全封鎖しております。さらに当時の室町幕府足利義晴ですね、これ後に出てくるんですが、足利義晴に働きかけて天郷家の攻撃の指示の方針を引き出しております。要は幕府も天郷家追討を指示してますよっていう方針を引き出しております。でさらに相良武党らは高兵庫之助であったりね、いや出雲中郡郡国衆13名を内応させて、ガス山戸田城から近くの戸田八幡宮まで移動させており、でさらにそれを追撃してきた天子軍を大内軍、あと毛利軍、あるいは吉川興津軍が応戦して倒しております。っていうことで、まあ、ここまでここに来るまでに確かに今まで批判されている通りに進軍はすごい遅々として進んでいなくて、例えば途中で3ヶ月ぐらい投入していたりするんですけれども、もう着々と大内義隆と相良武党は天郷家を追い詰めていました。ただこれ多分その私の森本内解説の時にちょっと解説するんで、今回ちょっと省かせていただくんですけれども、天郷春久は結構粘り強い説得をしてかなり粘っています。でその結果この多賀兵庫之助出雲中郡国衆13名の戸田八幡宮まで離反してきた連中のうち、多賀兵庫之助とあと三沢だったかな、三沢の2名以外を全員戻すことに成功します。っていうことでまあここの調略が失敗してしまったわけなんですよね。でそうするとちょっとこれ理由が分かんないっていうのが本当なんですけれども、大内家がなんかそのここまでの流れからするとそこまで不利な立場ではないにもかかわらず、大内軍は、その直後、総退却を決定して退却します。これによって、退却中に、大勢が撃たれて敗戦したっていうのがガッサン戸田城の敗戦の実態になります。あ、ガヤクさん、吉川氏も再寝返り派の一派でしたよねってあったんですけど、私もちょっと勘違いしてたんですけれども、どうもこの時まだ吉川興津は離反していないようです。ちょっとここはちょっと微妙なラインなんですけれども、まだそれっぽくはないみたいです。それに関しましては黒島先生が多分戦国合戦大敗の歴史学っていうので解説していらっしゃるので、そちらの方をどうぞご参照ください。ちょっと私もまだ勉強中なんですけど、というわけでこの、相良武党が推し進めていた内容が失敗して、大内軍は総退却にします。でこの時この時興味深い話がありまして、山口撤退中に末氏悲観の不可の坊が内藤氏悲観の吉野坊にと喧嘩になって、吉野坊を
馬から切り殺すっていう事件が撤退中に起きました。で、内藤長門守護代の内藤清盛は末高房に、問い詰めるんですけれども、高房はこの不可の棒を切腹させたので、お清盛も機嫌を直しで、そのまま2人して山口に帰還したという、こういう、逸話が残っています。実際これ結構信憑性のある逸話なんですけれども、これを藤井先生は長期退陣した挙句に強力に祖母がそうしただけでいきなり全面撤退したことに対して、末と内藤ともに切れてたんではないのかっていう、それを表した逸話なの話なのではないかということでして、要はこの時そんなに大内家は、この時実は大内家はそんなに押されていませんでして、実際問題会場を完全封鎖していたからこそ、大内義隆は逃げれたわけでして、さらに言うと、その後でちょっと出てくるんですけども、大内家の嫡男の大内これもちはが溺死したって書かれているんですけれども、おそらくこれは会場に行く前に討ち死にしてしまったっていうのが正しいとされております。討ち死にした可能性、あるいは天子軍がその船に乗ってる最中に取り付いて溺死させた。つまりそのなんかよくやるのが、そのまあいわゆるさっきまで言ってた大内晴れ持ちですね、大内義長の、嫡男というか婿養子なんですけど、養子なんですけども、がなんか退却中に味方の軍勢が船に取り付いてひっくり返ったせいで溺死してしまったっていう説のがよく知られているんですけれども、実際問題はおそらく討ち死にした方の可能性の方が高い、まあ溺死した可能性もあるけど討ち死にした可能性が高いんじゃないかっていうとこで、要は、まあ、何が言いたいかと言いますと、別に会場も封鎖してて、そこまで、しかも大内軍大半は一応元気なまま山口に帰れたので、そこまでその敗軍濃厚なわけじゃないのに、大内義隆は総退却決定して退却したっていうので、末と内藤は共に苛立ってたんじゃないかっていう感じですね。なんで撤退したせいで回想してしまったっていう感じになります。で、これによって、まあ、ガッサンとたちの撤退中に養子のこの多分これ持ちだと思うんですけど、これ実際は春持ちって言われて春持ちと言われているのどうもこれ持ちの方が正しいらしくて、これは、まあ、土佐一条、ふさふゆの子なんですけれども、まあ、養子なんですけれども、であったり、まあ杉貴信であったり、まあ、その大内家の中でも悲観人が大勢、まあ、大勢といってもそこまで大損害というわけじゃないんですけれども、まあ、何名か討ち死するという大きな被害を出します。でこれによって、溺愛していた大内晴持を失って悲観に明け暮れたって言われているんですけれども、実際は逆に天子家の反撃に備えて着々と手を打っております。大内左京の左京長さんがおっしゃる通り、そうなんです、死後の増命ではないかとされてます、こっちの方はらしいですね、藤井先生曰く。私もこれ初めて知ったんですけれども、で、すいません、話を戻しますと、例えば大内義隆は、岩見長門の国境ラインを強化していて、4月21日に、天子家から反抗して天子家の反撃として、牛尾氏らの軍勢が岩見の南部まで降りてくるんですけども、これを撃退しております。でさらに言うと、ほとんどこの時、冷静高豊らが率いる大内水軍はおそらくほとんど損害がなく、12月23日には伊予の沖で合戦して勝利しております。といった感じで、意気消沈する間もなく、大内義隆は、反大内家に対して積極的に動いております。で一方で、もちろんその嫡男として、すいません、これ常持ちか嫡男として、
溺愛していた常持が死んだっていう穴は大きくて、でこの時、大内義隆は今まで、まあ、大友と散々戦争を繰り広げていたので、大内大友との戦争を避けるために、大友家から大友総理の次男の大友春秀を養子として、この内陣のすぐ後に迎え入れて、大内周防権之助、これはあの大内家歴代当主の将なんですけれども、を許しています。なので、まあ、自分には子がいないし、大内常持は死んでしまったので、大友家から養子として次期当主を据えることで大友家との戦争は避けるという政策を取るということになります。さて、で、あ、すいません、チャチ若君っていうのはおそらくこれチャチャとチャチャじゃないかと言われています。チャチャ若君、チャチャ足がかチャチャ丸のチャチャですね。おそらく一条チャチャ丸とかそんな名前で呼ばれてたんだと思いますね、この人。この人は、今回解説しようと思ってスライド3枚ぐらい作ったんですけれども、ちょっと時間の関係上消去してしまいました、すいません。この人物は大内家の伊予方面の戦線にちょっと関わるんですけど、まあちょっと今回はちょっと省略させていただきます。で、一方こういうふうに、その敗戦間もなく大内義隆はいろいろ手を打っているんですけれども、その一方で左大臣の一条房道、これはさっき死んだこの房冬の兄で一条家の当主なんですけれども、いや持明院元則らがわざわざ厳島神社まで下校してきます。さらに言うと、翌年4月、天文13年1544年4月には前関白二条忠房も下校しておりますっていう感じで、多分これ小鹿神さんだったら好きだと思うんですけれども、摂関家の人間が2人がん首揃えて厳島神社っていうちっちゃい島に投入しているという不思議な現象が起きます。ここで、でこれなんでこんなことが起きてるかというと、ここで将軍足利義晴の要請を受けて、大内家と尼子家の和睦を企画していたことが分かっております。でこれなんでかと言いますと、要は幕府としては大内家にも尼子家にも上洛して助けてほしいわけですよね。でここで吉田郡山城の戦いで尼子家敗戦して、ガッサン戸田城の戦いで大内家が敗戦して、もういいじゃないか、ここで和睦してくれ、和睦して上洛して助けてくれっていうのが幕府の思惑なんですね。ここでももういいじゃないかっていう。ただこの時もう大内義隆がぶち切れてますから、もちろん成功するわけもなく失敗します。で柳原助定らが一応その後も仲介するんですけれども、まあ要はこの時少なくとも幕府と朝廷としてはもうここで大内尼子戦争はやめてほしかったというのが伺えれます。で一方で、こういう感じでその、まあ、大内尼子の戦いは続くんですけれども、一方で天文14年、敗戦から2年後の1545年5月、相良武藤は、自ら出家して隠遁して、筑前守護代杉沖和のもとに逃れます。これ理由はよくわからないっていうのが真相なんですけれども、おそらくこの月山戸田城の戦いでお前敗戦したんだから責任取れやって言って敗戦の責任を問われて失脚したのではないかと言われています。なのでなんか喧嘩してなんか末春方とかと喧嘩したってわけ、まあ多分末と内藤が言ったんだと思うんですけれども、それの結果、まあ、要は敗戦の席を問われて失脚したっていう可能性が一番高いということですね。ガヤクスさん、あれです、それ後で出てきます、ちゃんと。はい。
で、ただ、この、すいません、あとちなみになんですけれども、この時相良武藤は出家して隠遁してるにかかわらず、この相良武藤名で出ているので、おそらくこの時あの出家名は同じ名字の武藤で、多分武人、おそらく相良武人でご利用してたと思われます。あ、そうね、大内、あの左京長さんがおっしゃる通り、藤井先生はこれを調略の失敗の可能性が高いとおっしゃってますね。実はこれ、あの相良武人って呼ぶ可能性はあります。なのでなんちゃって出家なの可能性もありますし、その出家した時に無理やり武人と呼んでた可能性があります。でこれ実は前例があって、あの大内義弘は出家した時も義弘名で義公って呼んでたっぽいところがあって、要はなんかなんちゃって出家の時にもう名前考えるの面倒だからなのか分かんないですけど、まあ同じ名字同じ名前を使ってるっていう、まあまあすいません、ちょっと話がそれちゃいますね。それはで、ただ、この相良武藤はこれによって失脚してしまうんですけれども、翌年、大内義隆は大内家と九州の勢力の取り次ぎをしていた安国寺魔法かな、ちょっと分かんないんですけども、まあ、安国寺にと通じて、相良武藤を、気遣う書状を送っております。で、その中に気になる一文がありまして、考えていることがあるので、まず今日近江国あたりへ登るのが良いということが、書かれております。あ、これ新報なのかな、安国寺新報、いや今下ネタ考えたけどちょっとやめておきます、やめておきます、やめよう、うん、でなんで突然今日や近江国屋台に登ってほしいっていうことをおっしゃって、あの相良に言っているんですよね。これっておそらく、相良武藤に京都に登って上洛の下準備をして、あの命令してるんじゃないかっていう、これがいわゆるその藤井先生のおっしゃってる大内義隆の上洛を末春方が、阻止しようとしていた上洛阻止説の根拠にもなるんですよね。まあ、少なくとも皆さん、あの言葉には出さないですけど、そうなんですけど、まあ、言葉には出しませんよ、それ。というわけで、まあまあ、少なくとも失脚後も、義隆は、相良武藤を、重視していて、まあ、おそらく京都への上洛の下準備を命令していたんではないかと感じられます。で、一方で、この、相良武藤失脚事件の直後、この安国寺新報、安国寺新報が、同じ相良に、相良、こっちはあの国衆の方の相良な、北九州の相良なんですけど、に興味深い長文を送っておりまして、その中に、大内義隆が、これ義隆だよね、多分。大内義隆の間に大内義忠が誕生しているという。で、これによって、さっき、ちょっと前まで大友春秀を養子にして当主に据えるって言ってたのが、これ多分、天文12年の末から12年末頃だと思われるんですけども、たった1年半でこの約束が反故になります。で、おそらくこのによって大内家大友家間の同盟関係はおそらく悪化するんじゃないかっていうことを安国寺は、手紙で述べております。まあ、これはもうちょっと仕方がないっちゃ仕方がないんですけれども、これによってちょっとその誤算というか、ね、できちゃった婚じゃないんですけど、できちゃったもんはしょうがないでしょっていうので、あのかわいそうに大友春秀はあの大内家当主第一座から
あの引きずり下ろされた感じになります。まあそんな中まあ、そういった感じでちょっとその大友家とごたつきそうな感じはしていたんですけれども、一方で中国地方に目をやりますと、まあ、この時、天文14年までちょっと戻りますと、1545年の時に中国地方で大友家と敵対していた勢力っていうの、じゃあ大内家と敵対していた勢力っていうのは基本的にまあ雨子家、そしてまあ因島、来島、野島、村上水源、新野と河野家、あとビンゴ南部のまあ有力黒人山田忠興、この3名、まあ、この3つが主な敵、まあ、ちっちゃいのはいっぱいいるんですけれども、杉原とか、あと宮とか、まあ、いるんですけれども、まあ、大きな敵はこの3名なんですけれども、天文16年、この2年後の1547年頃には、村上水軍は、ほぼ大内家の傘下になります。これは、大友家から派遣した、厳島神社神主の佐伯が、野島村上水軍の野島城に、在城して指揮取ってることからもおそらく明らかです。なのでこの脱山東城の敗戦から4年後にはこの村上水軍衆を完全に掌握してるんですよね。まあ完全に掌握というか、まあ、敗参加に収めているんですよね。でさらに、この時あの毛利も徴用している毛利元就と協力して山田と忠興の神鍋城攻めを行っていて、この2年後ちょっと時間かかってしまうんですけれども、1549年天文18年にはこれを攻略します。これによって、さらに河野家とも和睦は済んでいるので、これによってこの中国地方を 見るとほとんど敵がいなくなってしまうという、だから残すは雨子家のみっていう状況になります。だから12年の敗戦から、まあ、6年かかったんですけれども、6年かけて、逆に押し返すところまで来ているという、挽回したというところまで来ています。ただこの一方で大内家内では、不穏な空気が、漂ってきます。この、16年の村上水軍参加からこの、神鍋城攻略までの途中の天文17年7月1日、大内義隆側近の、青影高か、なんていうんだっけこれ高町高高い青影氏は、毛利元就に、ある書状を送っております。すいません、酒井長さんありがとうございます。青影高明は、毛利元就に、こんな書状を送っております。でこれ重要な、まあ、これ要約しますと、神鍋城攻めが大詰め段階にもかかわらず、大内義隆が自分の軍、要は大内義隆直属の軍を率いて、なんで出兵しないんだっていう、で、きって怒っているんだけど、私の考えだから、まあどうかなっていうことを書いている、青影高明の書状が残っていて、で、この青影高明は後に末一派となるんですけれども、あの要はこの時点で本来ならば、あの貧乏国制圧の大詰め段階で義高が出なければ出兵すべきなのに、当主として、なあの出て、あの当主として、あの部門として、その大内義興みたいにその派遣を握る 大内家当主として出兵を拒むとは何事だっていう風に切れている文章です。藤井隆先生はこれをもって、おそらくこれが要は、部門の誉れである大内家の当主が合算戸田城の戦い以降、大内家としては勝っているけれども、あの大内義隆という当主本人が出兵しないのは何事か、まあ、それも含めて、まあ、上洛しないのも何事かもそうなんですけど、何事かっていう不満がおそらく内部ではずっと蓄積していて、それが末高房と、義高の決裂の原因じゃないかっていうことですね、ことが指摘されております。なのでこの時点で結構その不満が大内家内にはあったという
そうです、スミスさんがおっしゃるとおり現場からの不満がおそらくあったのではないかという感じで、それでそこから状況はさらに大内家自体の大内家のみで考えるのであれば、外交上はもう破竹の勢いなんですけれど、内部ではどんどん状況が悪化します。でこの8月頃、大内義隆は、相良武人を再出仕させます。で、まあ、これちょっとそのどっちかは分かんないんですけれども、再出仕させます。ちょっとそのなんか財務に精通した人物がいなくて不便だったのか、その不穏な空気感じ取っているかのどっちとも取れるんで、しかも証拠もないんで、まあ一応呼び寄せたという感じになります。でそうしているうちに天文18年1549年1月、筑前の麻生家重の秘官の、織田村備前守が離反します。でこの離反に対して追討令出すんですけれども、実はこの追討令にこの家重と兄弟契約を結んでいた末高房が関与しているではないかという、噂が立ちます。でこれに関しては、相良武人申し状というところに、詳しく載っているので、まあ、ちょっとちらりと紹介します。でこの、織田村備前守の離反に末高房が、関与しているという噂が立ったことで、末高房は弁明して大内義隆もそれを受け入れるんですけれども、大内義隆は相良武人に一応、武前の、杉沖重に杉重則だ杉重則にも確認するようにっていうふうに言った時の文章が残っております。でそうすると、杉重則は数年来申し上げてきたが一向にご理解が得られない、末の企ては明らかであるのに断罪する骨格とか義高殿にはないのだとおっしゃと言いました。それに対して相良武人はそれはありえないし、家臣たちはもしそうなったとしても末には味方しないだろうという。でそれに対して杉を、重則はお主は近年出仕していなかったが世情を知らぬのだ、末はすでに御家人や若年の衆まで味方に引き入れているといった、まあこれなんかあの小説みたいな感じですけれども、一応相良武人申し状という信憑性が非常に高い本人が書いたと思われる書状の中にこの話が載っております。でこれを、要約すると天文14年から16年頃、この頃からもうすでに、要は天文14年といったらその相良武人が、失脚したところなんですけど、その後から16年頃にはもう末高房は離反を計画していて、杉重則はそれを知ってて何度か進言しているんですけれども、大内義隆は全然聞き入れてなかったっていうことが分かるんですね。ここから相良はまあもちろんその筑前守護代のその杉沖一のところにかくまわれてたんで、この辺りは知らないんですけれども、要は結構その6年ぐらい前から末高房は謀反を計画しているということがここから分かりますね。でそれを、相良武人は大内義隆に報告すると、今度は、長門守護代の内藤清盛にも確認を取れと言います。でそうすると内藤清盛の返事は、武人の主張は不確かであるが真偽は知らない、重要な商談を持ちかけていただいたことは変えたといけないと、まあ、知ってるかどうかはどうも不明なんですけれども、その末高房の離反について知ってるかは無本なんですけど、わかんないんですけれども、非常になんか何があっても静観する姿勢をもうこの時点で見せている。要は君ら末が無本しても俺知らないよみたいなことをなんかもう匂わせているということなんですよね。ちょっと待ってください。ああ書いてるわ。でこれを見ると、まあこれはその2020
ね、和田先生の論文で明らかになったんですけども、この時点でも見ると末高房、青影高、まあ、末高房、不応守護代、戸井田高森、これ末高房の兄ですねはもう離反に加わってるだろうという。で内藤清盛は日和見で、広中高兼は賛同してたが、まあ、秋を統括していた弘中高兼と青影高明の中で、弘中高兼はこれの計画を知っていたかどうか分かんないんですけど、少なくとも青影高明は明らかにもうすでに同心していた可能性が高いという。で一方でこの杉重則、杉沖和のこの2人、まあ、杉沖和は相良武藤と懇意の仲なんでないんですけれども、この杉一族はこの末家の、あ、末の離反計画にどうも加わってなかったっぽくて、もう明らか怪しいぞっていう風に進言してるにもかかわらず、なんか受け入れてもらえてなかったという状況が、天文18年、天文18年です。だからかなりじわ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 と離反計画を進めて、末は進めていたということがわかります。あ、ナイヤさんおやすみなさい。まあおそらく あと1時間では終わると思います。今スライド64枚なんで、はい。で、なんでここまで大内家校長なのに内部でこんな対立が生まれているんかっていうことになるんですけれども、実はこれちゃんと理由があります。まず一つ、そもそもなんで末大内義隆と末高房が喧嘩しているんだっていうことなんですけど、これ結構根深い問題がありまして、そうだといい、そうだと言いやす、光秀なんですけれども、基本的にこれって石見国の増田氏と吉見氏の喧嘩にもつながっておりまして、基本的にこの増田氏と吉見氏っていうのは、石見国の有力国人の二大家なんですけれども、増田氏は末家と、吉見氏は、大内家と非常につながりが深いです。でこの末家の当主が、ずっともう大内義興のさらに前の2代前の大内政広の時なんですけれども、の時に飲み会の席に信頼さん、吉見信頼さん、信頼さんって言っちゃいますけど、信頼さんに刺されて死亡してるんですよね。でも実はこの吉見信頼さんを大内政広は信頼していたので、それ以降をなぜかこの主演の席で筆頭守護代をぶっ殺した吉見氏の一族の吉見広頼とか、あとそこら辺の吉見一族を奉行衆として登用しだすんですよね。だから末家としては吉見信頼さん、吉見氏は信頼できないけど、大内家としては吉見氏を信頼してるんですよね、という信頼できない信頼さんがいるんですよ、吉見氏には。いや、いや信頼ですよ、本名は信頼ですよ、もちろん信頼じゃなくて信頼なんですけれども、いや もちろんこれはちゃんと分かって理解してますよ、この信頼とか言って信頼なんですけど、この吉見信頼がの刺殺事件以降、なぜか大内家はこの、まあ多分増田氏、増田末のアンチテーズなんへの抑えなんですけれども、吉見一族を奉行所で投与してるんですよね。それに対して末家はかなり不満を抱いていたという、これがおそらく末と大内の対立の党員の一つです。で一方、なんで内藤清盛こんなに冷淡な態度を取ってんのっていうのがこちらになりまして、でさっきの吉見信頼さんこと吉見信頼討伐の時、討伐したのがこの内藤博則なんですけれども、大内政広が死ぬ直前にこれを、ま、中殺します。 この博則を、博則博和を、
大内政広は。おそらくこれはあの須江博則、彼この須江博則はその広吉は応仁の乱の時に大内家を守った英雄なんで、あのかなりあの価格内でブイブイ言わせてたんですけど、それを中殺、おそらく大内家はこれあの状況証拠しかないんですけれども、大内政広はこの吉見信頼を使って末一ブイブイ忘れてた末日清則を殺したんですよね、おそらく状況的に考えると。でその口封じをした内藤博則も殺したとしか現状考えにくい中殺をしているんですよ、あの大内政広が。でそれによって大内家当主のこの2代が2代続けて中殺されます。でその後にあの内藤一族の内藤広春が当主となって、その内藤沖森と大内義興がこの、内藤博則の娘を互いにめとって、親戚関係になることでまあ仲良くしましょうっていう感じにしているという。だから内藤沖森としてはおそらくこれがあるから、その大内家のこういうごたごたに巻き込まれたくないというので政官の立場を取ったんじゃないかっていうことを、が指摘されております。だから末家としても内藤家 からしてもなんあの2代前というか先々代の遺恨がまだ続いてるんですよ、この時。これがまあ乱の原因の一部ではあるだろうという、あとそのもう一つ、多分政元さんがちょっと前にその興味があるっておっしゃってたんですけれども、この時大内家の外部の大友家なんですけれども、大友家には大内家を滅ぼしかねない爆弾が2人眠っていました。1人がさっき養子契約外されてぶち切れてた大友春秀なんですけれども、彼は天文18年に大内周防の後之助名義で、願文提出して、あの婿養子を保護になって恥をすすぎたいといった書状を提出しております。要はなんか恨みつらつらなんですよね。あともう一人、実は大友家の中に大内一族がいまして、昔 大内義興が家督相続の時に、あの俺が大内家の当主だって言って謀反を起こした大内高弘という人物の子供、大内照弘という、人物を大友家は主客としてかくまっています。なのであの大内義高の代わりに当主になれる人物が2名もいるという、大友家の中にという爆弾が眠っています。もちろんこの大内照弘よりもこっちが当主になった方がいいんで、もちろん最初こっち押しで、あんまりこっちとこの時はまだ徴用してないんですけれども、もうでこういうふうに大友家はまだこの時は大内家と大友家は争ってないんですけれども、もし爆破あの再度大内大友戦争が起きた時に爆弾になるの人物が2名もいるという。あ、そうですよ、あのこれ大内照弘、あれ大内義輝の変化ですよ、この照は。で一方幕府の方も大内家との関係がちょっと微妙な関係になってまして、実際問題その敵対しているわけでもないですし、ちゃんと気遣いするような書状も出したりして表面上仲はいいんですけれども、この月山戸田城の戦い以降幕府とのなんかつながりがなんかちょっとギクシャクしてて、そんなになんか積極的にやり取りするような状況ではないという。一方で朝廷の方には莫大な献金を受け
援助金を、朝廷儀式の時に莫大な援助金を送ったり、あるいは、大内義隆の正室は万里工事の、秀房の、娘の貞子ですし、あとさっき言った、広橋 金秀の、養女である金子が、正室で、この側室で、そのこの金子から、大内義隆が生まれてますし、っていう感じで、完全にまあ、大内家の武家休業化がもう完全に進んでいて、明らかに足利将軍の武家秩序からは外れつつあったっていう状況が生まれています。もちろんこれを幕府はどうすることもできないんですけれども、 できないですし大内家が別に幕府に敵対しているわけではないので何もできないんですけれども、こういってどうしようっていうのがあるという。そうです、正本さんがおっしゃる通り、しかもそもそも大友家は吉住派で、大内家は吉谷派で、それでもろ揉めたことがありますし、あと吉行の時も正弘の代も幕府よりも朝廷を重んじる風潮がもろ出ていたんで、だから本来武家官位とかを得るためには武家伝送を通して将軍家通じないといけないんですけど、大内家これガン無視してるんですよね。さっき、小鹿鏡さんだったかな、安田さんだったかな、ちょっと忘れちゃいましたけど、の時に言ったんですけれども、だからなんかこの幕府との関係もちょっと実はちょっと微妙なとこがあった。で、あの末とも内藤家ともそもそも昔からちょっと因縁がある。で、大友家には大内家の爆弾になる存在が2人もいるっていう風に、実は乱の予兆自体は前々からあったという。ただまあこれ本当に今イケイケの状態ですし、まあ、天文18年9月になると、まあ、ビンゴ神鍋城が攻略されて、あとその11月末には太田造山城の戦いで、おそらくこの時、これ太田造山城は出雲岩見国境ラインなので、でこれ以降、最初ちょっと解説したと、ちょっと前に解説した通り、その天子家と大内家はこれ以降、戦争した形跡がなく、さらに大内義隆は出雲国の妙見神社に奉納しているので、おそらくこれ以降、岩見国と出雲国の国境ラインでちょうど明確な国境ラインができたんで、ここまでにしようというので和睦交渉があった可能性が高いです。で、さらに言うと、天文19年1550年6月には大内家主催の県民船が再び帰国します。で、これによっておそらく1万2000貫から1万6000貫の臨時収入が入ります。ということで、大内両国これで最盛期でして、まあ、大友家とはちょっと揉めてますけどまだ仲いいですし、南の河野家とも、もう和睦していますし、 さっき言ったそれでちょっとちゃち若君出てくるんですけど、まあ、河野家ともあの仲いいですし、この時天子家とも和睦していたのであれば、もう上洛するには絶好の状態なんですよね。もう外敵の敵対勢力もほぼいないですし、で、だから何か大きなことをするにはこの時が一番絶好の時期が到来するんですよね。だから外部的に見ると大内家はこの時最盛期を迎えます。なので上洛するかと思えば、トーマス・コンラン先生がおっしゃる通り、大内義隆はちょっと怪しい動きをします。さっき言った、まあ、この持明院元則であったり三条黄巾が山口に下校するのはまだいいんですけれども、そのここら辺のその雅楽奏者であったり、あと財政専門家であったり人間人の櫛田であったりといった、こういったその公家どころかその肝心といった、そういった人物までがこの時期になって、この最盛期を迎えたこの時期になって、山口に下校しております。これもしこのまんまその大内義隆が上洛するっていうのが伝わっているんであれば、向こうにいるはずなんですよね。
まあこっち来る可能性もありますけれども、向こうに行けば全然おかしくないのに、なぜかこんだけもうガン首揃えて来ているという。だからコンラン先生の言っている新年の設営を山口で行うっていうのはかなり説得力があるんですよね。こんだけ最盛期を迎えて安定しているから、崩落している今日よりもこっちでやった方がいいんじゃないかっていうのはかなり説得力がある説明になっております。でさらに言うと、この時期天文19年2月10日、大友家では、あ、すいません、節江だ、あ、先生丸山さんありがとうございます。本の足しにします。スパチャありがとうございます。でそれで、この、大内が最盛期を迎えた頃、大友家では大事件が起きます。天文19年1550年2月10日2回崩れの変というのが勃発して、大友家の当主が死んで、大友宗麟が大友家の当主となります。まあ、この時義重なんですけども。で一方、肥前国衆龍蔵氏高信は大内義高の変化を受けて、あ、じゃあ種信か、この時は龍蔵氏種信は義高の変化を受けて龍蔵氏高信に改名して完全に大内家参加となります。要はこの時点で大友家は、その内部のごたごたで動けない状況、さらに肥前とかでも、まあ、大内家に味方するものが多いという、こういったことから、もうなんかもう火のつけどころがないほど絶頂期を迎えているんですよね。その末との内乱以外は、これでもう北九州はおそらくそんな当面は動けないでしょうし、しかしそれにもかかわらず、末の、計画はかなり進んでいました。この時点でもうさらに進んでいます。天文19年、8月24日、末は秋の毛利元就、吉川元春、天野高綱に大内義高を配して嫡子を、擁立計画を課して協力を要請しております。ってことはもう実行するっていう段階まで、実行するっていう段階まで来ているという。これがもしなんかその大内家がなんか貧弱でその当主が軟弱だからこれで敗すみたいなんだったら分かるんですけれども、明らかに最盛期を迎えて向かうとこ敵なし状態にもかかわらず、この離反計画が進んでいるという感じで、でここで先しかもこの時さっきまでそのすでの離反を訴えていた杉重則はもう諦めて末一派に加担しております。で内藤沖森もこの計画に加担しているので、もう相良武藤と仲のいい杉沖和、筑前守護代の杉沖和以外はほぼ全員の守護代が加担しているという。だからもうあれですね、本当に軍を動かす、大内の軍を動かす連中はほぼ末一派になっているという。だからもう来るとこまで来てしまう、実はもうこんだけイケイケ状態なのに乱はもう来るとこまで来ているという状態が続いています。で本人曰く義高との関係悪化してて、義高から許されないので、この主君を押し込み、主君を廃して、まあ、嫡男を立てるという計画を立てたって言っているんですけれども、まあ、これは本人談なのでどういうことかわからないです。でここまで外堀が固まっているので、もう毛利元就はこの末の計画に完全に加担します。ここでそうして迎えた、天文19年9月15日、末高房が相良、再出仕していたので、相良武藤を襲撃するという風文が立ちます。これに対して大内義高は標定使の杉宗長や
この吉田、さっき言った吉田一族ですね、奉行主の吉田沖種らを、末の館に派遣して詰問して、互いの軍勢が、衝突する一歩手前まで行きます。もう内乱一歩手前ですね。でこれは、なんで急に相良の方を攻撃したのかっていう話になるんですけれども、それはおそらく杉重則が口封じのために私の切腹を企んだんだっていうふうに相良武藤は自分のその相良武藤申し状で言っています。ただこれはどこまで本当かは分かんないです。でこの場は意外と標定衆奉行衆らが義高に味方したので、末も矛を収めてこの場は収まります。ただこの時点で相良武藤はまた再び杉沖和のもとに逃げ込みます。でこの時、この9月15日の計画は失敗するんですけれども、その2ヶ月後には末高房は、大内義高にいとま声を出して、飛んだ和歌山城に入りて防備を固め、もう完全に、一般にも知られるぐらい末高房と大内義高との対立は公然となります。こうなってくるとさすがの大内義高も今まで何度も杉重則とかに末高房謀反してるって言われてて信じなかったんですけど、さすがにここにまで来ると大内義高も動きます。でこれは義高は太宰権大官に太宰権が大官だったよね、これ確かなんか上皇令という架空の人物をこれ、太宰の権大官に任命します。これはもうなんかよく実はよく知られたやつで、架空の人物を任官することで、まあ、一生寺するっていう方なんですけども、要は上は礼のあるものを好む、つまり礼のない礼を知らない末は何事かっていう一生寺の表れですねをなんかしております。でまたジェルミクライさんがちょっとツイッターで一緒に喋ってたと思うんですけれども、この時宗像氏に大内家の直属軍部隊長の黒川氏の名跡を継がせて、黒川高方として、名前を継がせて、要は宗像大神宮というその大宮司なんですけれども、の人物にこの部隊長を継がせて、何かあった時には助けてくれっていう風にしています。また5月27日には吉川元春に対して広中高金、その秋国において大内家の一生女になっていた広中高金を、山口に戻すから警戒するようにっていう風に呼びかけております。まあ、こうしたことが、まあ、おそらく広中高金はまだ離反していなかったか、あるいは離反し、その、まあ、知らなかったことはないと思うんですけれども、まあ、どちらかというと大内義高よりのだったんだろうなっていう感じです。ただこの時もうすでに吉川元春も含め毛利元就もすでに末一派に入ってますし、この末一派に入ってますし、あと副上発給者のこの副上発給している小原隆子とはもうすでに同心しているという。なので大内義高も末高房の本意を知っていたんですけれども、まあそこまでではないだろうというかなり甘い観測を持って対応しているんですよね。もう行くとこまで行って、この X デーが行くとこまで行っているんですけれども、大内義高は結構かなり甘い観測を持っていたんですよね。ここはもう非難されてもちょっと仕方がないなというところです。だからもう末の方はかなり用意周到に情報になっていて、もう大内義高が避けれないところまで持ってきていたという。そして、翌年の天文20年1551年5月、この時、タイネジの変の3ヶ月前ですね、末高房は大峠家に対して
ここさっきまで、吉高を配して、着手を擁立するって言っていたんですけれども、この段階になるともう殺害と変えています。もう殺すっていう感じですね。殺害して大友、春秀に、当主の座を担ってもらいたいというふうにおっしゃっております。だからもうここまで来るともう大内義隆を含め大内家を大内の、親子を殺して大友家から入れるっていうところまで行ってしまいます。でさらに、まあ、一方で大内義隆の方もかなりもう追い詰められていることが分かりだしたのか、この頃になると、大友春秀に対して相続を打診しています。要は自分は降りるから春秀に相続してなんとかしようとしています。しかし大友春秀はもちろんこの大内義隆に養子契約打ち切られていますし、もしこの大内義隆の申し出を受けて養子に戻ったとしても多分末は止まらないので、だったら末に加担しようということで末型に加担します。そしてこの3ヶ月後、天文20年8月20日、末高房は、挙兵して厳島を占拠します。で毛利元就はこの末 に呼応して安芸国の大内方拠点である、金山城、これは安芸武田家の本拠で大内家の居城になってたんです、大内方の居城になってたんですけども金山城を占拠します。これによっても末高房は挙兵します。だからもうなんか計画が進むにつれて明らかに殺意を抱いていく様がもう見て取れるんですね、ここから。でこれによってもうもう行くとこまで行ってしまう、もう行くとこまで行ったというか挙兵してしたので山口に侵攻を始めるんですけれども、この時大内義隆、大友家に援軍を要請していた。おそらくこの大友春秀に家督相続するか助けてくれっていうやつなんですけれども、これの、思想をもてなしたり通常の政務を行っています。つまり、おそらく大内義隆の考えとしては、まあその大友家が味方するって言っているし、少なくともこれは御所巻き、つまり主君押し込めの類で命までは取られないだろうという認識をおそらくこの時点ではもかなり甘い認識なんですけども、う持っていたんではないかという感じです。しかしこの8月27日には末の悲観らの軍が山口に接近したことで、さすがにまずいと思って近隣の山口宇治館を出して近隣の宝泉寺に退去して身を固めるんですけれども、さすがに家臣適せず軍が離散します。でそうすると、そして大内義隆逃げ長門国まで逃げていって、船に乗って逃げようとするんですけれども押し戻され、長門国の大根寺に入り、そして9月1日、柿並佐渡守っていう呼ばれるその末方の足軽大将ですねに攻められて、冷泉高遠の解釈によって果てます。享年が45歳。このように、まあ先ほどまで通常業務を行っていた、まあ見通しが甘いんですせいなんですけれども、なんですけれども、この4日間のうちに一気に大根寺まで追い込まれて、大内義隆は、その生涯を終えるというクーデターが起きました。で一方、当時、筑前にいた相良武藤は杉を聞かずにかくまわれていて、この2人はもちろん謀反には加担しておりません。で、その筑前国でいたんですけれども、末はそちらの方にも、野上秀忠を派遣して、相良武藤を、切腹して殺害させます。さらに9月10日には杉奥一も、この相良武藤をかくまっていた、し、末方に入らなかったのに攻めて自害させます。これによって、まあ大内家の軍事を担う人間がそれ以外をもう全滅させるというクーデターが起きたわけですね。
でさらにその大内義隆C逆の前後山口にて二条忠房天保林三条後金あ違う後金かで小畑忠春二条義豊自明院一人権これ元成のことなんですけれどもら多くの公家たちをこの時、末軍は自害あるいは殺害しております。でこれ衝撃的で朝廷の根幹を担う二条家三条家を含めた多くの公家を多分除名嘆願とかしていたっぽいんで助けようと思って助けたはずなんです。でも明確な殺意を持って殺害してるんですよね末家は。末はっていうことで山口に、が火の海に包まれ、まあ、火の海に包まれたわけじゃないんですけども、このまんまかつての栄養を取り戻す前に厳島の戦いあと防潮計略によって毛利家に接収される。まあこれによって要は大内事変によってまあ都西の京と呼ばれた山口は潰れることになるという。ということでここまでが大内事の変ということで、こういったその長年の計画末高房の長年の計画をもとに外堀を固めていって、この外堀を固めていったっていう計画性の長さ、あるいはその徐々に大内義隆 の主君押し込めから大内親子の殺害にまで及ぶまでの殺意の高さ、そして別に殺す必要性がなかった公家たちをというか二条家三条家っていうすごい名家の家柄の公家たちを殺害するという 殺意の高さ、こういった異常な点が見受けられるのがこの大内事の変というものなんですよね。ってことでなんでこんなことをしたのかということを振り返ってみますと2つの書状があります。乱の終結後末高房は貧乏黒人たちの湯浅らや馬屋原氏らの貧乏黒人たちに、内藤沖森長門守護代杉重則、武前守護代、あと末高房、周防守護代、まあこれあれですね末一派の守護代なんですけれども、あと、まあ、何でか内藤は豊田高森は入ってないんですけれども、あと末高光、まあ、末一族で奉行衆筆頭ですねに送った書状には京都の御家地によるものだというふうにあります。でさらに大内家の滅亡後に大友宗麟、まあこれ永禄2年頃なんでだいぶ先なんですけれども、大友宗麟が幕府の大館治光に大内家の家督を確認した書状には大内家督のこと万末院殿、つまり足利義治仰せの筋目を持ってご馳走あるべき候ゆえ、つまり足利義治が足利義治が大内家の家督は大友家が決めていいってことを言ってたから、そのまんま大友総理に君が大内家の家督を決めていいよっていうことが書かれているんですよね。あ、すいません、満昇院かこれ、ごめんなさい、満昇院ですね。これ満昇院って言うん、読めねえまあいいや。つまり足利義治が大内家家督のことを大内義隆が超健在なうちに死んだ大内義治が大内家家督のことは大友家がやっていいよってことを言っているっていう言ってるんですよね、大館治光は。でさらにもう一つ、乱の終結から2ヶ月後の11月末、末高房は足利高原の返帰を受けて末春方と改名しております。ってことはこれらの事実を組み合わせると大内事の変の黒幕は足利義治だった。パチ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 、ザ・エンド。
まあここまで、まあ、ここまで見てくださってる方だったら多分さすがに気づいてらっしゃると思うんですけれども、まあそんなことはねえと、まあ関わりがないっていうのは間違いないんですけれども、足利義晴はタイニーエイジの変の1年前には死去しています。さらに足利義晴は明らかに西国の情勢をちゃんと理解して いなかった節があります。ていうかそもそも足利義晴は多分右京では正本さんが多分後に解説すると思うんですけれども、そんな余裕、そんな西国の情勢をちゃんと理解してる暇はありません、彼には。さらに陪審である末隆房が足利義晴と直接交渉とされた資料が現状見つかっていないですし、それを直接交渉するのはちょっとおかしいと、明らかにその側近の相良武藤とかとやるんだったらともかく、わざわざ周防守護代の末隆房、あくまで大内家家臣の一人にそういうふうなやり取りをしているわけがないんですよね。でさらに言うならば、そんな遠方で緻密で長年かけたクーデターをポンと起こせるぐらい足利義晴が剣謀術士に長けてるんだったら、あの京都を抑えるぐらいわけないはずなんですよ。そんだけ完璧な計画を立てて実行を移して、こんなあのこんな完璧なクーデターを起こしているんだったら、だから死せる義晴、生ける義高を刺激するわけがないんですよ。ここはもちろんここだけあの黒幕っていうのはおかしいですけど、裏で関わっていたのは義晴なのは間違いないんですけれども、義晴が黒幕でなんかやったみたいな本能寺の変あるあるの黒幕説に足利義晴だっていうわけはないんですよ。関わってたのは間違いないんですけど、っていうことで、まあそれを考えると、中原先生と混乱先生の説をまとめますと、まあ足利義晴は大内義隆に再三上洛を要請していて、例えば天子家や大内家の和睦仲裁をしていますし、おそらくですが末隆房への晴れの返金の約束をしていて、大内義隆もまあそれに対しては好意的なことを言っているんですけれども、上洛は結局決行しておりません。なんか要は、ガッサンとジョジョの戦い以降自分が出兵するのを敬遠していた節はあるので、それに対して家臣団たちが激怒不満をもたらしている。要は当主が出兵したのはなんだということで青影高明が怒っていたっていうのが言ってたと思うんですけれども、でそれによって要は天下のために、それ足利将軍家のために上洛を望んでいた末隆房らは、要は大内義隆に上洛してほしいの、上洛しましょうって言ってるのに、大内義隆に上洛せず逆に公家を呼んでいて、まあその混乱先生の言うその山口行幸があったのかも不明ですけど、少なくとも あんだけ公家を呼んで何かをしようとはしていたんですよ。大内義隆は少なくとも公家を呼んで行幸まで行ったのか分かんないんですけれども、要は上洛とは真逆の行動を取ったことで、もう完全に末ら大内家家臣団と敵対して刺激した。そこで、まあ、大内家を守るため、国家のためにその足利将軍家とのつながりが深く、かつ血筋から言っても大内義興の娘、大内義興からの血筋をちゃんと継いで、大内家の血筋をちゃんと継いでいる大友、春秀を当主に据えるっていう風にして大内家を守ろうとする。これ天下のためと国家のためっていうのは、大内家の心情でして、天下のためにも動くし国家のためにも動くっていう風にしているんですけれども、まあ要はどっちも守るためにこの対立が起きて、結局結論から言うと御所巻きをしてでも大内義隆の上洛を促そうとする末隆房がの強い姿勢が最終的に殺意まで及んで大内寺の変を引き起こしたのではないか。これが新説の大内寺の変です。
これが、まあ、要は中原先生、まあ、中原先生が おっしゃっているその、上洛阻止じゃなくてむしろ上洛を望んでいたのではないかという説ですね。でそう考えると納得がいくところがありまして、変の翌年の天文21年1552年幕府は天子春久に八カ国守護に任命します。さらにこの時末春方らが上洛志向を持っていて、もちろん天子春久はずっともう最初期からもう上洛志向を持っているんで、この2人が上洛志向を持っていたと考えると、足利この時 の足利将軍の足利義輝って中国地方の大半を味方につけたことになるんですね。いやここら辺の 1,2,3,4,5,6,7,9,10,10何十か国十数か国の大名が、しかも京都に近い二大大名が味方につくことになるんですよね。そういうことも踏まえて、要はその足利家が上洛しようとしていた意向を受けて、上洛しようとして意向を受けてるから、その主君侵略っていう大罪を犯しているにもかかわらず、末一派、まあ、王子義仲とか末一派に対して破格の栄転を授与しているっていうのも納得がいくんですよ、こう考えると。でこれの考えはおそらく正しくて、今まで足利義輝、秩序破壊者足利義輝もその博打を打ったわけではないですよね。だからここでそれなりの賞賛を持ってこれをやっているってことなんですよ。要は価格秩序を破壊してでも、こいつらこの二人、大内こと大友と天子を味方につけようという。でも本当に多分誤算だったのは、このあと毛利元就が急速に台頭して、こっちもこっち、大友大内こと大内大友大友というか大内も天子もぶっ潰してしまうっていうことをやっちまうんですね、ここで。だからもうこれ多分大誤算なんですよね。価格破壊してでも味方につけようと思った二大大名がどっちも毛利元就に潰されるっていうどんでん返しを食らってるんですよね、足利義輝は。でちょっと私今まで足利義輝非難の目を向けてたんですけれども、今回まとめ直してちょっと足利義輝攻めるのかわいそうやなってちょっと思っちゃいましたね、ここは。そうですね、小鹿島がおっしゃる通り、しかもその毛利が足利将軍家最後の砦になるっていう、なんかここまで来るとちょっともうなんか足利家がちょっとかわいそうになってきます。そこまで悪い手を打ってないにもかかわらず、ここでその中国地方総出で助けてくれると思ってたら毛利が全部ぶっ潰したっていう。でも毛利を徴用するわけにもいかんと思って徴用してたら、結局それが最後の砦になったっていう。そうですね、ちょっとなんかこれ知った後私もちょっと認識変えまして、足利義輝ちょっとかわいそうだなと思いましたね、ここは。確かにこの天文2021年には、あの科学秩序破壊してでもやる価値はあったなと思いますね。確かにここまで行くと上洛の可能性大だったんで、まあもちろんこの時そのあの大友家、あの大内義長と天子春久備中で争い始めるんですけど、争い始めてるんで すぐにとはいかないでしょうけど、少なくとも上洛志向をもろ持った2人が大体ここにいるの いるので、確かにあのやる価値はあったなという、価格地図を扱いしてでも味方につけるという説でした。ということでまとめに入ります。この今回、解説した新説大寧寺の変の結論としましては、足利義晴、義輝の上洛の意向を受け、積極的に動く末高房大内家家臣団と、上洛しようとせず山口行幸を計画していたと思われる大内義孝の対立の結果、末高房が主君押し込みの
果てに C 役の計画を数年かけて練って実行した。これがおそらくタイネージの変です。少なくとも2022年、この現時点ではこれおそらくこれが最も説得力のある説明になります。もちろん全ての先生が言及している通りに、のタイネージの変の要因は複合的であって、別途慎重に検討な余地が必要になります。例えばコンラン先生のこの山口教皇がどこまで可能性が高いものなのかとか、あるいは相良武と杉重勝、今回の杉重則は明らか悪者に近いんですけれども、この2人の実際この相良武と今回結構中心に近い、王子をしたかの中心に近い人物なんですけれども、果たしてこの2人がどこまで、人物像を明らかにできるかっていう。あとこの説にとっても主君大量虐殺した大内義長を15位の下だったかな、15位の下か上かちょっと忘れちゃったんですけどに朝廷は認証してる説も、説明はちょっとつかなかったりっていう、まだ説明がつかないところがいくつかあるので、おそらくこれを叩き台にして今後タイネズ編は進歩していくだろうなという感じです。で実際問題、タイネージの変後、杉重則は末春方に1551年殺されますし、末春方は1555年五つ家の戦いにて自害する。で内藤大森は1554年病死で、戸井田高森大内義長は1557年毛利に、まあ、もうほとんど毛利に殺されてるんですけども、毛利元に殺される。で唯一おそらくそういうそのなんていうか山口行幸とは何だのを知っていたであろう小奈良天皇も1557年に崩御しています。ということでタイネージの変に関わったと思われる主要関係者のほとんどが数年以内に死去あるいは自害してしまっているために、まあここまで研究は進んでいるんですけれども、変の詳細に関してはほとんど失われてしまったので、研究が難しいという。なので、まあ、今回こういうふうに、一気に研究が進んだので、まあ、今までこういうふうに、関係者が大量死してしまったので謎になっていたタイネージの変が明らかになっていくのではないかなというところで ミミックさん全部元連せ、本当に元連、結構元連のせいではあるんですよねこれそうですね、トラフィックさんがおっしゃる通り、ここでもしこれの説得力のある説で最もわからないのが、これで上洛を考えてたんだったら公家を皆殺しにする理由がよくわかんないんですよね。別に公家殺なくさなくてもいいはずなんで、それだけだったら。だからそこも多分後々考えないと、検討しないといけない案の一つですね。これだけだと公家を皆殺しにした計画、公家を皆殺しにした理由って要はよくわかんないんですね。さっき言った通り末春方は、末春方と末高房は十五位の上っていう風に超高い官位持ってて、そこまで官位に敵対心を持っていたとはちょっと思えないので、まあ、あり得るとするなら内藤大森がこの公家虐殺に関わってたっていう風になるんですけれども、まあ、そこはまあ想像の域を出ないんで何とも言えないっていう感じです。でまあさっき牛一さんが前もし本能寺の変がなければっていうので if でやってたと思うんですけど、まあもし私も習って、もしタイネージの変がこれなければ、もしこの末高房がこういった計画を立てなかったらどうなったかという考えますと、まあこの時点で大内義隆含める大内家は実質7カ国を支配しておりまして、石見銀山であったり県民船といった他の大名では絶対ない莫大な収入を得ております。さらに当時最強であった大内水軍あるいは村上水軍を保有しており、朝廷と密接につながっております。だからもう朝廷からの官位とかももうもうほとんどもらえますし、そもそも大内家がもうその仮の朝廷を置ける身分なんで、もうさらに、まあ、藤井先生の説に
なってしまうんですけれども、雨子家はおそらくこの幕府の上洛に積極的に応じようとしてますし、あと大内家ともおそらくこの時和睦してるんで可能性が高いと。でさらに幕府との関係を考えるならば大友家も協力するだろうという。でこの状態でまあ山口行幸はいいとして、その山口行幸本当にやった本当かどうか分かんないんですけど、少なくとも山口行幸があったとして、その後に幕府の要請を受けて上洛していた場合、朝廷とも将軍家も味方につけて7国の大軍かつあの収入、石見銀山と県民性の膨大な収入があって近隣諸国もそれに味方してるっていう手のつけられない存在があの京都で数年間以上は在籍していた可能性が生まれますってなると、三好朝廷や織田信長の運命はおそらくかなり狂っていたと思われます。下手すると織田信長は織田信長が上洛していた可能、上洛しない可能性までも出てくるという。まあここまで来ると本当にイフなんで何とも言えないんですけれども、少なくともこの時上洛していた歴史はもうガラッと変わっていたなという可能性がありますね。あれ、あぜのぶやぶさん、あの末春方の春の謎は剣は謎のままってあるんですけれども、おそらくちょっとあったかな、おそらくこの時その天子家と大内家の和睦仲介 して要は上洛要請していた時におそらく春返期の約束をしていたと考えるのが今のところ自然じゃないかって言われています。で、そのために要は 春の返期を約束していたんですけど、なんか何かしらの都合で都合がつかなくなって、その後に大根事変が起きた後に末高房がこれは将軍の、要はこれは将軍の御家地によるもの、つまり我々が勝手にやったんではなくて将軍の上位に基づき、あの大内義高を刺激、大内義高を廃したんだっていうのを強調するためにすぐに 春の返記をしたんじゃないかっていうのが今のところこの説では有力だっていう感じですね。もちろんこの、もちろんこの説が正しければですけど、なのでまだ全然まだそのなんていうかちゃんとした物的証拠がないんで、まだそうな可能性があると、まあ一応辻褄が合う程度なんですけれども、まあだからもしこの言ってたらもう多分どえらいことになってたっていう、多分日本戦国史は変わってただろうなっていうことで、まあということで今回の結論としましては、まあ結果から見ると家臣団を統率できずに大内、まあ大根事変で滅んで、しかもそのせいで大内家が滅んでしまっているので、大内義高の評価が悪いのはどうしようもないです。これはあの明らかに末の謀反って5年来か続いてて、杉重和とかも杉重則とかもその再三言ってたのに聞かなかったっていう時点で大内義高の評価が悪いのはもうどうしようがないです。これは確かにそれはもう悪いところがあります。ただ従来大内義高の従来の暗愚像みたいに政権にやる気をなくして、あるいは男色趣味にふけって、あるいはそのなんか公家趣味に走ってっていうのにとは大きく違うんですよね。でその滅亡には明らかに幕府あるいは朝廷が深く関わっているのが明らか、つまり大内義高が滅んだのには明らかに複合的な理由であって、そこまで大内義高自身にが責められる内容ではないっていうのは注視すべきだなっていうのが結論になります。というわけで参考文献はいかね、この和田先生のが末高房こと末春方が実は問いだけの次男坊だっていうやつで、上谷先生のこの末春方の解明時期っていうので、末春方が末高房が末春方に解明したのが大根事変の直後っていう、でこのトーマス混乱先生の、大内義高の変と計画と末高房と大根事変についてが今回の説でになります。あと詳しく
大内義隆についてまとめてらっしゃまとめているのがこの、大内史研究第一人者ともいえる藤井隆先生の大内義隆、見れば処方のやつですね。であと、まあ、こんなところですかね。ということで、以上になります。以降エンディングです。ちょっと水飲みます。あ、すいません、ただいま戻ってきました。いや、結局ちょっと12時超えてしまったんですけれども申し訳ないです。ありがとうございます。あ、すいません、トラフィックさん、すいません、ありがとうございます。パチャてか8000人、山口県民代表して研究してます。すいません、ありがとうございます。今後モーリー、あれなんですよ、今モーリー元あり解説のために資料代結構集めているのですいません、ありがとうございます。ちょっと今後の毛利元就解説のために使わせていただきますんで、ありがとうございます。あと誰か、あとこれ鬼彦さんでいいんですかね。鬼彦さんもスパチャありがとうございます。あ、ZYR さんもスパチャ、すごい、今回、ね、めっちゃスパチャいただきありがとうございます。というわけで、まあ、皆さん、いかがだったでしょうか。おそらく今回の、一連の説は、今までのタイネージの変と、それに伴う大内家の、従来像が大きく変革する内容でして、これが本当にここ数年で出ています、出ているっていうのに多分皆さん衝撃を覚えてくれたらありがたいなと思っております。でさらに言うと、この辺には明らかにもう幕府も朝廷も深く関わっていて、この事件以降、この事件をまあ中にはこの事件をもっての朝廷権力が一気に衰退したって言ってるような人もいらっしゃるぐらいなんで、あ、水木藤田さんありがとうございますとりあえず藤井さんのおうち本買います。そうですね、米原正義さんが、米原、あれ正義さんでいい、いや、米原先生が中世武士選書のナンバー20で大内義隆の本を出してらっしゃるんでして、こっちは初心者向けと、まあ初心者向けじゃないんですけど、恵比寿商工から、恵比寿出版社なんで初心者向けではないんですけれども、こっちの方はやっぱりその10年来やっぱり2000年代の 大内義隆で、藤井先生のミネルヴァから出ている藤井先生の大内義隆は本当につい最近の説をちゃんと反映したものになっておりますので、ぜひご覧ください。あ、正義さん、米原正義なんです。やっぱりそうですね、正義です。正義って言うんじゃってた、申し訳ない。
小鹿神さん、クゲ殺害の件ですか、なんという、吉高とは行動を別にしてクゲたちは殺されていないということで、殺された人たちはおそらく巻き込まれただけだという結論でした。萩原先生の論文でそんなのがあるのか、すみません、そこちょっと私あれですわ、ちょっと後でメモって読みます。なるほどな、それはちょっとありえますね。中原先生の今回紹介した新設タイネージュ編だと殺す理由がないので、そうか、それで巻き込まれたっていうと、さらにこの中原先生の説は結構あれだね、あれですね、 もっと真実味を見ますね。そうですね、高木ミドルプラス美濃の神さんがおっしゃる通り、やっぱりそのなんていうか大内義隆って男色趣味のイメージが強くて、実際このなんか口の周りが白いのは男色しすぎたせいだっていう言ってらっしゃる方も多いんですけれども、今回見ていただいた方は分かる通り、別にそこまで大内義隆って男色趣味じゃないんですよね。男色趣味って言うんだったら男色趣味って言うんだったらよっぽど武田信玄とかの方がひどいんで。千葉さん、1555円ありがとうございます。1555円五木島の戦いですね。末張る方が滅んだ。そうですね、今後の毛利元就回数の楽しみにしています。ありがとうございます。次回は、有田中井との戦いで、おそらく2週間、3週間後、今日、明日、私休み取れましたんで、今日、明日の次第なんですけれども、再来週には出せるよう頑張ります。ただ、ちょっと、毛利元就の初陣カッコ仮なんで、もうちょい長くやるとしたらちょっと3週間後になるかもしれないんで、ちょっとお待ちください。はい、大内アブラクサさん、大内は大名詞で続いたのがどうしても地味になるけど、やっぱ見せそうですよね。これ大内って相当重要な人物で、西国語る上で絶対外れない存在なんですけれども、やっぱり最後滅亡してしまったんで、すごいなんかマイナー扱いにされてしまっているという。でも実際問題、これで知って、今回聞いてくださった方なら分かる通り、本当に幕府とも朝廷とも深く関わっているっていう重要人物なんですよね。先生、ハチミツロイヤルさん、3000円ありがとうございます。いや、今回、びっくりするぐらいスパチャいただいて、すいません。いや、そんなあれですよ、そこまでお送りしなくて大丈夫ですよ、もう。大丈夫です。あれです、牛井さんおっしゃる通り、スパチャ大量送るぐらいだったら、毛利元就、大内義隆、岸田先生や藤井先生の本買って、もっと、西国研究を盛り上げてください。もちろん、いただいた分は、資料代としていただきますんで、ありがたくいただきます。おいおい、種類もね、やめろ。サトシ秀丸さん、はい、のおっしゃる通り、かなり手の今回のタイネージュ編って、かなりその初期から動いてたクーデターで、おそらく今回、天文14年から進んでいただろうとしか言ってないんですけれども、裏ではかなり手を回していたはずなんですね。もちろん資料が残ってないんで、推測するしかないんですけれども。だからあれなんですよね、最初に並べた A6 の変、本能寺の変ともう全く違うんですよね。あの2つはかなり突発的にも近い感じなんですけれども、今回のはもう手を回して外堀埋めて、変が起きた後、一式義立というか、
あの斉藤義達、あの有名な斉藤義達、有名な石木義達みたいになんかギャーギャー言われないようにみたいな感じで固めて固めて起こした変なんですよね。あ、 ZYR さん、あのそういえばスウェッシュでその後どうなったんですかとのことなんですけども、スウェッシュはほぼ滅びます。はい、この後やっぱり滅ぼされてしまいます。それ小鹿さんおっしゃるとおり、大内氏の不人気、やっぱりこの大内義隆が男色趣味でうんたらかんたらで、あの結局暗愚だったで滅んだって、まあ朝倉義景、越前朝倉家となんか似た雰囲気ですね、これは。誰かさんの研究所、歯科学者最後系らしいので山中関連期待しています。あー、ただあれなんですよね、山中はこの前の前の解説生放送でめちゃくちゃやったんで、ちょっとしばらくはないですね、山中関連は。もうや 山中一族が90何名出てくる山田一族の戦国史っていう解説生放送を、半年以上前かなにちょっとやって、多分アーカイブ残っていますので、ぜひそちらをご覧ください。もうちょっとしたら山田家単体で多分森本愛解説の時に多分出てくると思います。はい、でちょっとまあまた気分が乗れば多分こういう生放送で山田家は取り上げようと思っています。いろいろと驚きの事実があったので、勝手に明日の生放送に招待させていただきますね。あ、うん、今日ではまささん、ありがとうございます。ぜひぜひ。ちょっとこれを機に、ちょっと、今現在進んでいるタイネージの編は、皆さんに知って、私は皆さんに知っていただきたいんで、ぜひよろしくお願いします。あ、大内義弘、俺もいるぞ、大家のら、大家のら。アブラックスさん、バレバレだったけど吉高が信じてなかった逸話はガチなんだろうな。これ多分おそらくガチですね。この逸話って、あの相良武刀孟子状っていう書状由来なんですけれども、これは明らかにその相良、ちょっと文章的に、ちょっと藤井先生曰く文章的に明らかに、あの文章作成に精通した相良武刀らしからぬ文章っていうは言っているんですけれども、まあでも追い詰められて書いた文章だから、まあこんなもんかなっていう、こんなもんだろうし、あと中身も明らかにもう当時の世情と合致してるんで、おそらく本物だろうっておっしゃってますね。だからおそらく明らか不審な動きをしていたけれども、大内義隆は信じてなかったんだろうなっていう、信じてなかったのか、その奉行衆筆頭の末高光とか、あそこら辺も完全にもう末一派なんで、そいつらが入れ知恵して信じ込まないようにしていたのか、どっちかですね。千葉さん、あの毛利元就解説で厳島の戦いの本当のところも期待します。まあ、もうこれはもう絶対やります。はい、これはもう毛利元就解説の多分大一番なので絶対やろうと思ってます。末氏の処理軍、あ、すいません、そうです。水氏の書類は、あの、の宇野氏は確かに残ってますね。すいません。うん、まとめ管理人さん、家としては絶好調に、当主権力がどんどんスポイルされて、相当キーな状況。そうですよね、これ、本当に、多分まれな例で、大内家自体に問題があった、おそらく大内家本体としては、問題があったわけではない。ですし、まあまあそれを言ってしまうとあれなんですけどね、あの本能寺の変もそうなんですけどね、まあ、永禄の変は多分問題があった、あって起こった現象なんですけど、永禄の変も永昌の桜も家も家、あの問題があって起きたものですし、まあ大永寺の変もまあ家というか、まあ内部としてはあったので、まあないあれとは言えるっていう感じ。はい、竹原さんでしたら赤松です。赤松は、うん、今のところ浮田直家解説で結
構扱ってるたんですけど、そうですね、タツの赤松家あたりは面白いんですけれども、やってもいいですがちょっと考えますうん、確かに、孫四郎さん、確かに家がイケイケどんどん、それで投資権力がどんどん縮んでいくって謎ですねって、そうそうなんですよね。まあただあれですね、あの結構その大内家ってちょっと特殊なとこがあって、主家権力とその奉行衆とかが力を持ってるのに、軍部とかは完全にその守護代に丸投げしているっていう状況があるんで、まあちょっとその昔からの内部構造のいびつさがあって、それが原因なのかもしれないですね。ああ、美濃守さん、三大奇襲もだいぶ変わりつつあります。そうですよね、この桶狭間も川越汗も厳島も、もう最近ガラッと変わりつつあるか、もう変わってますよね、ここはほとんどもう奇襲の木の字もなくなってしまっているという、うん、で大内は毛利大田再生に、ああ北極さんおっしゃる通り、確かにその戦国時代といえば織田信長の時代ですけど、その時にはもう大内家滅んで毛利家になってるんで、そのせいで毛利に滅ぼされた大名というイメージしかないっていうのは多分あると思いますね。確かにそれはあると思います。うん、伊達の神、伊達いぶりの神さん、タイネージの変がなかったら王子と三好に直接対峙と見れたのかな。まあちょっとわからないですね。強調したかもしれないですが、でも河野家との関係とか一条とかの関係を考えると、バチクソ敵対してた可能性は、というか四国が、まあこれ完全なイフですけど、もしかしたら四国が主戦場になったかもしれないですね、そうなると。もう二人、三好とも王子ともかなり近いんで、うん。TM さん、今回の生放送聞いてるとどうにも末春方が勧誘の類としか思えなくなってきた。そうですね、今回見ている限り明らかに末は明確な殺意を持って大内親子を殺しているので、でそう考えるとその後に大内義隆に非はなかったって言いながら杉重則を殺しているのは明らかに共有のそれなんですよね。ただこれはもしかしたら、まあその今回の説のアンチテーゼみたいな感じで、またその末用語は出るかもしれないですね。まあただ、まあ、ただただただってただの連続になっちゃってるんですけれども、少なくとも末高房こと末春方が、大内義長を、大内義隆を殺して、その後厳島、大内義隆を殺した挙句に厳島で敗戦して、大内家滅亡の契機を作ったのは間違いないんで、そこはも文句は言わ、そこはちょっとどうしようもないかなっていう。あと今回ちょっと省いてしまったんですけれども、実はその末高房の軍務、要は 軍の戦の能力に対しては、吉田郡山城の戦い、合戦戸田城の戦いの時点で結構疑問視されているところがあって、そこまで戦巧者ではなかったっぽいんですね。力押しが大好きで戦上手じゃなかったっぽいんですよね。まあ、そこはちょっと毛利元就解説で多分言おうと思います。そういえば大内左京町さん、そういえば見出し変記の話、正の字も見出し変記で大内正よりも忠よりな読みではないかと藤井先生に言おっしゃってますけど、どうなんでしょう。いやー、ここら辺はもう私は多分藤井先生よりかは圧倒的に知らないんで、藤井先生がそうおっしゃるならそうじゃないですかね。
少なくともそこ関連で藤井先生以上に知識を持ってらっしゃる方を私は知らないので、その可能性は確かに、そう言われたらそうかもしれないです。小鹿神さん、やはり信長以前の戦国時代はもっと幼いことには。そうですよね。政元さんも私も、まあ、あと小鹿神さんも基本的には信長以前ですからね。なのに基本的に 99% の戦国好きって基本的に信長以降、なんならもうそれ、あの戦国時代じゃなくて、豊臣政権期やんけっていう感じですからね。うん、そうですね、ヨーグルさん、タイネージ変がなかったうちの高信さんバラ色だったね。そうですよね、真面目に竜蔵寺高信さんはかなりババヒーター側の人間ですよね。もちろん関与してたわけがないんですけど、彼が。うん、あーでも三木七重さんがおっしゃる通り、正直上洛し、まあ、信長上洛してからはまだ消化じゃないですけど、あの本能寺の変あたりからはもうほとんど消化に近いですよね。もうほぼ決定づけられてる感じなんで。まあこんなところですかね。というわけで、まあ今回解説生放送3時間よ、結局今日中には終わると言っておきながら45分もオーバーしてしまいましたけれども、皆さん、楽しんでいただけましたでしょうか。まあというわけで、今回タイネージの変解説ということで、まあ今までの従来の説とはもう全く近年全く異なっているタイネージの変を解説しました。また、まあ、今現在チャンネル登録者5200人なんですけれども、まあ、6000人か、まあ、7000人頃になったら、またこういった解説生放送しようと思いますので、まあ、なんかこういう解説生放送してほしいとか、あるいはこういったのどうかっていう、なんか提案がありましたら、コメント欄、あるいは、まあ、ツイッター、あるいは、まあ、なんかその、チャンネルのコミュニティってあるんですけれども、チャンネルかコミュニティか何かで、ツイート、あるいはコメントしていただけたら私見てますので、まあ、ぜひコメントお願いします。ということで、皆さん、3時間44分の長丁場、ありがとうございました。それでは皆さん、失礼します。